www.videonews.com。こんにちは。はい、こんにちは。今日2023年の6月の30日の金曜日ですね。これが1160回目のマネケキです。で、宮田さん、今日はまあご近で、それこそ映画をやろうと最初に今考えてたんだけど、同時にちょっとこのテーマも一緒にじゃあ合わせてやろうじゃないかということになって、今日はどういう言い方が、いつもね番組撮ってからタイトル考えるんですけど、事前に考える人はどういう感じがいいんだろう、つまりまあ映画の部分はまあなかなか、今日は社会学の話がかなりメインで、社会学の発想っていうのは前提を遡る、どういう前提がそれを支えていたのか、前提、で複数の前提があるんですよね。で、もう映画との共通性で言えば、法とその外側、例えば法と掟とか、あるいは僕は法と法外って言いますけど、法から見れば過剰であるようなもの、それって昔は目に見える形で存在し、なおかつ人々がそれを許容していたんですよね。ところが80年代の半ば以降の10年間で、僕は新住民化って呼んでますけれど、一挙にそれが崩れて、で、社会学では法化リーガライゼーションとか、法化社会、リーガライズドソサエティって言うんですけど、つまり、僕の言うところ の、 日本社会が法の奴隷だらけになるっていうね。で、これは日本だけではなくて、もともとリーガライズドとかリーガライゼーションという言葉があるように、アメリカでも特に80年代、フェミニズムとかが以降、とりわけですね、これがものすごい進行していて、で、0年代以降はポリコレ、ポリティカルコレクトですね、PC ポリティカルコレクトって言葉は昔からあるけれども、日本ではそれがポリコレって言われるような、でアメリカでもポリコレっていうのは、ポリティカルコレクトネス PC っていうのはほぼ別称になる。で、昔前島先生、上智大学の方がおっしゃっておられたんだけど、このポリコレ感に対して、それは従来の共通感覚、あるいはそれに基づくアメリカンウェイオブライフ、アメリカ的生活形式をキャンセルするものだっていうふうにして、キャンセルカルチャーっていうふうにさらに別称をする立場が出てきた。で、それがほぼ丸々トランピストたちと重なっているっていうことになっていて、実は法と掟とか法とその外側問題、あるいは法の外側にある共通感覚問題っていうのは、例えばアメリカ社会で言えば、いわゆる極化あるいは分極化っていうのの原因になっているだけじゃなくて、いわゆる悪い意味でのポピュリズムですね、人気主義がこれを当てにして、ある種動員をすると、炎上的動員というのをするわけですよね。で、そういう本当に広い問題とつながるということで、そのジャニーズ問題と今日扱う、2つの映画ドラマですねがつながるということで、今日ねゲストの方、頼もしい方をお呼びしているということもあるので、皆さんに社会学的な考え方っていうのを堪能していただければなと思いますね。最初にね、インターネット今田さんに、番組の中で必ず出る話だとは思うけど、一応あんまネタバラシにならない範囲で皆さんに聞いておこうと思ったのはね、要するにその、今回の問題なんかはもっと早くに本当にしっかり断罪しなきゃいけないようなものであったことは間違いないんだけど、その一方でそれぞれの視座から見れば、ね、要するに相手は怪物に見えることが実は
相手側から見るとこっちが怪物になったりするわけですよ、まあ、怪物がキーワードになる後でなると思いますけどね。そう考えるとなんかこう一方的に断罪をするっていうことに若干躊躇を覚えたりもするわけ、これはね。で今日のテーマだとちょっとそこ最初にヒントをじゃあ与えておいてくださいよ、うん、どうしたらいいんだろう、その整合をどうしたらいいんだろうって思ったわけ、僕はすごく。まあね、今日は怪物って映画も扱うんですけれども、うん、もうしょうがない、怪物っておっしゃったので、ね、怪物であれだなんですけども、で、はい、怪物であれだ、ね、つまり社会の外側にいるやつが怪物なのか、社会の外側にいるやつにとって社会、つまりリーガライズドされた社会が怪物なのかっていうね、その対立軸を今神保さんがご指摘になったわけだよね。でこれはあの白黒どちらかっていうふうに単純に言うことができないっていう特徴がある、ね、だからそれはもともと日本社会がどのように回ってきたのか、もともと日本は、法に従ってきたのかっていう問題が一方にある、ね、でそれは空気の支配とか、合に入り手は合に従えとか、物言えば唇寒しとかっていうね、まあ格言やことわざに表現されていることですよね。でそれとは別に、あの芸能の界隈の特殊性って、これは網野義彦さん問題でもあるんだけど、まあ、これはまた後で、まあ、少し話す機会があると思うけど、あの、まあ、あの組組織と同じように非常にと、まあ、あの元々被差別民が多かったってこともあってね、あのやっぱり特殊な掟の界隈としてずっとあり、掟の界隈に入るか入らないかっていうね、まあ、踏み絵、あの社会学ではそれをまあ加入儀礼っていうふうに言いますけど、それが至るところにある。それはね、あの後でもう言わないので言っておくと、それ最初に日本で問題にした人の一人が丸山正夫でね、あの抑圧の異常っていうことで、つまり先輩から後輩へのものすごい抑圧、つまりしごきがあるんですよね。でこれってしかしジェネレーションが更新していくと、今度自分が抑圧する側に回るんですよね。でそれはなぜなのかっていうと、やっぱ加入儀礼だからなんですよね。で加入儀礼っていうのは、あのある、まあ、職能集団っていうふうに社会がやったら言うけど、特殊な技能を持っていたり、あるいは特殊な目的を持ったりしているその、まあ、職能集団に、実は職能集団にふさわしい人間かどうかということを判別し、判別した人間がそこに入れる。判別の基準が掟、お前は法と掟とどっちに従うのってやつですよね、うん、それは さ社会学者さんに言わせると、そういうまあ加入儀礼っていうようなね形になるんだろうけど、実際にやってる人たちがね、まあ自分の経験から言うとね、あのまあ自分たちもやられたんだから当然下にもやるみたいな、先輩後輩なんかのそれが抑圧の異常っていう習慣ですよね、があって、むしろそれを通過してないと今自分たちのいるようなところには来れないんだから、それに耐えろっていうような思いは正直言ってなかったんですよ、自分たちの時は。要するにこの後輩に対する仕打ち、先輩がやられたことをそのままやっただけだったりするっていうのがね。でそれを、でもそれが面白いのは、今になってみるとそれに耐えたことっていうのはすごく意味があるんだけど、その時は全くそう思ってなかった。今日話題になることは、やっぱり周りも自分と同じような目に遭ってる、で先輩もそういう目に遭ってきたっていうことがあると、そのあるサークル部活動に居続けようとすると選択肢はないんですよね。でそれ嫌ならやめるしかない。でもやめると、うん、あのちょっと今日のジャニーズ問題にもつながりますけど、あのやめると村八分まではならないけど、やっぱりすごく居場所が学校内で、いやそれはね狭くなるんですよ。別の場所に行けばいいんです。ただね、うん、空手やりたかったわけでしょ。そうだからそれを改めるね、あのや諦める、あるいは、うん、アイドルになりたかったんでしょ。でだからそれを諦める、だからそれは単なるねお金上の損得感情とは違うことなんですよ。そうですよ、ね、夢を諦めるか諦めないか、ね、だからあの結局ひらめきの上でポジション取りをしたっていう人もいるかもしれないけど、
ん、芸能の世界は今その空手部の話、ちょっと夢を諦めるか、それとも諦めない代わりに受け入れるか、そのいろんな変なことを受け入れるかっていうね、そんな感じになってた。それは意識してました。うん、まあ、ただですね、うん、今日はもう一つその、まあ、じゃあ怪物という言葉をあえて使えばですね、やっぱりそのジャニー喜多川という、まあ、一種の怪物を作ったのは誰だったのか何だったのかっていうようなこともちょっと考えたいんですよね。そのつまり怪物なのかって問題だよね。まず怪物なのか、それ例えば安倍晋三氏が怪物なのかってことと同じで、岸田の方が僕から見ると怪物っぽいですけど、ね、だから外国人、まあ特会員、外国特派員協会の外人記者からするとね、あの別に連れ去られたり拷問を受けたりしているわけでもないのである以上、ね、メディアの圧力っていう意味でね、あのメディアの圧力アピールっていうのをね、あの FCCJ でやった方々がいらっしゃったけど、そうそう、メディアが保身のために従ってるだけですよね、実際はね、圧力にね、うん、何連れ去りもない、拷問もない、だったら書きゃいいじゃん。いや、書くとポジションを失う、いや、インターネットの時代なんだからさ、社名的に不利になります。会社辞めてジャーナリストで一本立ちすりゃいいじゃん、結局お前の保身かみたいな結論になったでしょ。給料が減りますと、そうするとね、うん、奥さんに逃げられますと、そうすると、うん、だからそれは、まあ、あの今日のゲストの方にも語っていただかなければいけないといただくだろう、あの利害損得、あの結局そういうことなんですね。あるいは所属集団の中でのポジション争いで自分が失格しないためのっていうね。そうだから安倍先生がもし怪物だと言うなら、怪物にとせしめたものは何かっていう話だよね。そうですね、今の話はね、実は、うん、バルトがあの要するにあの日本の天皇制あるいはそれに類する制度を称して、うん、日本は空虚な通史中心があると、うん、中心があるんだけどそこは空虚で、うん、それを中心であるかのように見せてひらめきょろめのいわゆる忖度の営みがあるっていうね、あるいはポジション取りの営みがあるだけっていうね、なんか悲しい僕は劣等性だと思います。それ、ね、うん、まあ、ちょっとその辺も、うん、今日話の中で出てくると思うんだけれども、うん、まあ、あのぜひゲストの方を交えてちょっと話していきましょう。ゲストをご紹介いたします。ジャーナリストでありですね、同時にあの、まあ、文化社会学や社会学者でもある、うん、まあ、大学院で博士課程まで進まれている、それで今芸能問題にも非常にお詳しい、松谷総一郎さんです。松谷さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、まあ、松谷さんはね、まあ、後からも紹介あるかもしれない。最初に僕は実はちょっともともと読ませていただいた本が、松谷さんは、これ2017年ですかね、実はスマップはなぜ解散したのかという、これって今だとね、はい、まあ、なんか普通に読めるような空気感ありますけど、当時としてかなりやばくなかったんですか。これやばかったのかもしれないですけどあの出版社が、ね、SB ソフトバンク新書、ソフトバンク新書、うん、ね、その2016年にですね、うん、ヤフーニュース個人という媒体でずっと、まあ、記事を書いていて、で、まあ、その内容がかなり映っていて、まあ、ソフトバンクなのはたまたまなんですけれども、うんうん、あの、まあ、ヤフーで書いていて、ヤフーの当時の編集部も全くそういう忖度とかはなかったんですね、うん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 、ですからまあ自分としては、うん、あの特にこの本を出すことには躊躇はなかったんですけれども、うんうんうん、ただそのスマップとか芸能界のこういう問題に、まあ、切り込むっていうのは、うん、まあなんていうかな、まあ、芸能系とかあるいはエンタメ系のライターとしては、うんうん、まあ失敗したらもう終わるだろうと、うんうん、でそうじゃなくてもまあこのスマップ問題を扱うことで仕事はかなり失ったんですね、うん、ただ、そうですか、うん、その時にその勝負はもうここでかけるしかないだろうというタイミングで、うんうんうん、これでうまく回らなければ、うん、まあ、それはもう日本のエンターテインメント終わりでしょうから、うん、って思って切り込んだんですね。で、うん、ただこの本を出した時にはそのスマップは、まあ、そのまま解散をして、うん、でまだ公正取引委員会も動く前でしたので、前でしたね、うん、ですからまあこれを出してから半年ぐらいはすごく辛かったですね、うん、かなり落ち込みました。仕事も減った、減りましたし、まあまあこう放送系から、まあ、ワウワウとかはもう全然声かけなくなりましたし、結構弾も飛んできました。ワウワウもか、弾っていうのは、弾っていうのは要するに批判ですね、うん、あ、批判はジャニーズファンなんかから来なかったですか。ね、むしろスマップのファンの方はすごく応援してくれたので。そうですか、うん、あの、うん、だ業界の人はとにかく押し黙って静かに引くっていう感じだし、うん、まあ
な、皆さん多分内心裏切り者だと思ってたんじゃないですかね。うん、松下さん、あの記者会見にも言われてたけど、芸能界のことは書いてるけど芸能事務所とは基本的にお付き合いをされしないっていうスタンスでやられてるんですね。まあ、お付き合いっていうのはどういうレベルでお付き合いなのかっていうのはあれですけれども、そのでもまあ顔見知りの芸能プロダクションの元社長さんとか 現会長さんとかっていうのはいます。で、あと今ジャニーズとも連絡が普通に取れるような状態にはあります。あ、そうですか。はい、このスマップの解散劇とね、はい、その後に、まあ、結局事実上脱退した形になっているあの、まあ、3人がほとんど、はい、まあ、出れなくなった、うん、あの草薙君 の、 あの、ブラタモリのナレーションを除くと、はい、ほとんど全く見ない状態に なりましたよね一時期、はい、で、まあ、それが結局は小鳥 の、 あの、注意でしたっけ、小鳥からは、はい、注意につながっていくっていうようなプロセスは、その今ここにこの状態でね、このジャニー、まあ、北川さんのああいう 性暴力がね、性加害が、まあ、BBC のドキュメンタリーをきっかけに 出た今となって考えると、これってあのどういうあの影響というか意味があったんだろうか、この SMAP の解散劇およびその後のジャニーズ事務所の取った対応というのは。まあ、ジャニーさんの性加害の問題と SMAP の問題が直接ダイレクトにつながっているということはないんですが、あの、そうですね、一番大きかったのはその公正取引委員会の注意と前後したときに、まあ、ジャニーさんがやっぱり亡くなったことなんですよ。で、ほぼそれと同時期に、まあ、メリーさんも、まあ、かなりもう90代でしたから、あの、まあ、優待をされて、でそこでジャニーズ事務所の体制がかなり変わったんです。でそこからまたただ、まあ、半年ぐらい経ってコロナに入ってしまって、でまあ、芸能系は、まあ、ジャニーズに限らず結構大変な状況に入って、でそれが終わったら、まあ、ジャニーさんの問題が今回再燃をしたという、直接つながってるかというと、つながってはないのかもしれないですけれども、ただ、まあ、いろんなところがそのSMAPの問題があって、私も含めてなんですけれども、やっぱりこれはちょっとさすがに問題であろうと、で同時にですね、みんな知ってるわけです。むしろもともと知ってたわけですね、はい、あの、まあ、性加害の問題もそうなんだけども、そのジャニーズが、かなり強圧的に芸能界を、で、まあ、あのやってきたっていうのは、はっきり言うと仕事してれば誰でも知っている話なんですよ、ね、はいはい、で要はそれを口に出すか出さないかっていう話なので、まあ、その時にあの私以外でもやっぱり口を声を上げる人もいたし、あともう一つはさっきもちょっとお話ししましたが、あのインターネットの媒体が、まあ、かなり増えてきていて、で要は例えば私もともと日経エンターテイメントのライターだったんですけど、はいはいはい、書けるわけがないんですよ日経エンターテイメント、日経では、場所も準備してもらえないし、そんな提案をしてもその前に多分、あの潰されるというか、できない、だから単に媒体がもうないから出す場所がない、出す場所がない、ないっていう状態ですね、だからそれを嫌だったらもうブラックジャーナリズムに行くしかない、六歳者とか行くしかないっていうことになってしまうので、やっぱり自分はその表通り歩いてきたので、あのそこで裏通りにはやはり行けない、ただその2010年代に入ってからあのヤフーニュース個人とかも含めて、まあ、他にもですねプレジデントとかもそうですけども、まあ、そういう媒体で書ける場所がいっぱい出てきたっていうのはかなり違うと思っていますね。なるほど、あの宮根さんね、僕はあの松谷さんのが日本記者クラブで講演をされたんですね、まあ、日本記者クラブではそのジャニーズ問題を一応シリーズでやってて、あの北村弁護士とかも、登壇してるんですけど、松谷さんの回でね、あのあこれはもしかしたらすごく我々も取り上げるべきことかもしれないと思ったら、もちろんその、ジャニーズ事務所内でのそういうその性加害問題自体ももちろんこれ大きな問題なんだけど、あの、まあ、スマップに例に見られるように、そのジャニーズなぜそこまでずっと被害が続き、なぜそこまでそれが表に出てこなかったかってことを考えるときにね、あの実は松谷さんちょっと今日のキーワードの一つだと僕思ってるんだけど、独禁法の話をしたんですよ。ちょっと意外に思われるかもしれないけど、独占禁止法、まあ、US 的地位の乱用っていう独禁法上の言葉があるんですけどもね、ほんで結局あの同じくいくつかその、はい、ね、松谷さんが例を出されていて、これちょっと先にまた後で必要だったら出しますけど、これ、課税対象の件は松谷さんは講演では言ってなかったかもしれないけど、まあ、最近のことでこういうね
話が、まあ、あると。で普通で考えると何それっていうようなことなんですね。これラグビーはね、これ実はもう、まあ、僕自身も非常に関心持ってるところなんだけど、選手が自分 の、 あの希望で移籍した場合は、つまりチームの合意なく別のチームに移った場合は新しいチームで1年間出れないっていうのがあって、トップレベルの選手でね、例えばあの日本代表に田村優っていうのがそのスタンドオフでいるんですけど、その弟の田村光っていうのが東芝からサントリーに移ったんですが、サントリーで1年間試合出れない、結局勝手に、まあ、勝手に移ったからっていうところで、要するに東芝がそれを認めなかったってことですよね、その元のチームが。だから1年間出れなくなるっていう、まあ、要するに嫌がらせというかですね、みたいなことがある。それから宮田さん、田沢ルールって知ってます？田沢ルールって、うん、あの田沢選手っていうのは結局ドラフト候補に上がってたのに日本でドラフトを拒否して、まあ、メジャーに行ったんですね。で実際ボストンとかでそこそこ活躍してたんですけど、そういうでその勝手に行くのは止められないわけですよ。いくらなんでもそんなあの紐で縛っていい風邪のわけにいかないですからね。だけどだったら戻った時にすぐにプレーできないように制裁を加えるっていうことができちゃってるっていうね。で、これはもう解消されたのね、はい、これはこっちはまだあるんですか、タザールール。タザールールもあのこれは書面で交わしなくて申し合わせだったんですよ、ね、申し合わせだった、うん、でこれも、まあ、公正取引委員会がそのスポーツ関係をやってあ違うな、これは田沢さんが、田沢選手が戻ってくるって話になった時に、うん、あの NPB が、うん、あまあ、これはやめますと、うん、まあ、自ら言ったんですけど、まあ、ただその時に私も公取の方とはちょっとお話をしていて、うんうん、まあ、時限爆弾でしたよねって話は、やめなかったら間違いなく問題になってたってことね。そうです、公取上のね、ええ、うん、あとまあこれは僕はやっぱ未だにかわいそうだなと思ってるんだけど、まあ、これも結局独立が円満じゃなかったってことですか、能年レナーさんの場合っていうのは。そうですね、うん、あの本名の彼女がノーネン・レーナという本名を使えないことが、うん、どこまで契約に入っていたかどうかちょっと、うんうん、確定はできないと思うんですね、うん、つまり本名を使えないはずはないんですよ、うん、ですよね、普通はね、女性で、だからここはちょっと怪しいなと思っていて、つまり本人がもうノンという名前で行きたいっていうことなのかもしれないですけど、ただ、うん、そうでなくても、まあ、地上波テレビとか、うん、映画は別なんですけどね、地上波とかはまあ特にそうだし、まあ、映画は別とはいえやはりそのメジャーな映画っていうのは、東宝東映松竹の大手の映画、あとワーナーですね、とかの映画には、まあ、出てませんよね、現実も。でこれ出れないのにやっぱり理由があって、それはね、共演するプロダクションが共演させないという形なんですよ。つまり共演者が集まらなくなるんですね、別のプロダクションでも。はい、ああ、そのジャニーズでよくある引き上げっていうね、そのこいつを使うんだったらうちの単に出しませんみたいので、はい、まあ、松田さんも言ってたけど、ダパンプとかはそれで結局干される、はい、逆に干されることになったって話をね、うん、されたと思うんだけど、他のプロダクションはなんでその共演 NG っていうようなことをするんですか。そこは足抜きをするっていうことになるからですね、起きてから自分たちも同じような目に遭う可能性があるってことだ。それを許しちゃうと、うんうん、なるほど、うん、まあ、要はもともとその移籍制限っていうのは引き抜き防止のカルテルなんですよね。カルテルですよね、うん、ですから、そうやってそのカルテルを、まあ、カルテルというか掟を破って出ていった人に他の、まあ、一社だけ協力をすると、その掟を破ったということになってしまうので、なかなかそのスマップのまあ3人に関してもですね、まあ、やはり共演をしないという形で結果的に圧力がかかってしまう状態に置くわけですね。ただスマップの3人に関して言うと、まあ、アベマっていうネットの番組で、まあ、すぐ退職から2ヶ月くらいでまあ番組をやるようになったんですけども、それからまあ半年ぐらい経ってレギュラーも持つようになったんですけど、私その出演しているタレントのプロダクション全部調べたんですね。でそれを見ている限りはどうも足並みが揃ってないんですよ。で大手でも出ているところと全く出さないところはありました。当時例えばそうですね、吉本興業とか太田プロダクションとかは一切出さなかった。出さない、うん、ただサンミュージックとか、うん、あとこれは実は能年レナさんが言ったレプロは出してるんですよ、うん、でここの足並みの揃わさを見ていて何が分かったかというと、掟っていうのはやはり明文化されなくてかなりふわっとしてるもので、同時にですね、それがかなり崩れてきてはいるんだなということは、そういったところから実は今だから話せますけどね、感じてますね。
やっぱり媒体が、まあ、アベマというネットだったっていうことも、うん、あのテレビはもう完全に NG ですと。だけどネットだったら、まあ、ふわっとしてるのでボーダーラインくらいで OK だになったりもするっていう、そういう性格のものっていうことですか。それもあるのかもしれません、うん、ただアベマってさ、うん、半分テレビ朝日じゃないですか。ここがまた微妙なんですよね、うんうん、あのまあ、私も何度も番組出たこと、宮根さんもアベマプライムと出てらっしゃいますけど、あれは確かにテレ朝の中でやられてるし、テレ朝の平石さんってあのアナウンサーの方が司会なんですけど、やっぱりサイバーエージェントなんですよね。サイバーが金を出してるからね、うん、でただとはいえテレ朝を無視するわけではないと。ですからまあ実はね、あのちょっとこの後の話になりますけど、今回テレ朝がかなり報道に腰が引けてる、腰が引けてる、一番引けてるって言ってたよね、民放の中で。今回ね、アベマもまだやってないんですよ。ジャニーズ問題は。はい。ああ、そうですか。で、これはまあもう情報入ってきてますけども、うん、テレ朝がやるなと、いうことをなんか言ってるとか、あるいはアベマが忖度をしてるとか、まあ、そんな感じの力学は働いているようです。うんうん、そのせっかくだからね、そのテレ朝の話も、はい、面白かったのでもう一回聞きますけど、あのジャニーズをどれだけ出してるのかっていうようなのはね、これあの松谷さんがこういうの作ってたんですね。その1週間の、まあ、ジャニーズがレギュラーで出てるものっていうのでね。でね、テレ朝がこれ見るとちょっと少なめなんですよね、あのレギュラーという意味ではね。だけど今おっしゃったようにテレ朝が実は今回はすごく、うん、まあ、腰が引けてるっていう、その、 あの、まあ、背景というか、それは増谷さんは何だと見てます。つまり、まあ、もっと言えばテレ朝だけじゃなくて局によって今回の問題の扱い方にここまで結構温度差が出てしまっている背景は何だというふうに、うん、あの我々理解したらいいですか。根本的には実は分からないんです。分からない、うん、でもちろんそれはただ利害関係だと思うんですよ、うんうん、でそのただおっしゃる通り、その例えばテレビ朝日っていうのは、うん、見ての通りそのレギュラーの番組が少なくて、で、まあ、ドラマ木村拓哉さんのドラマとかもやってますけど、うん、もう少ない方なんですよね、うん、で、あったとしてもそのミュージックステーションっていう番組で、まあ、ここにあの赤い括弧の中には実は M ステっていう、そのこれですね、ここにこれがミュージックステーションの枠ですね、はい、そうなんです、はい、でこれはだからまあレギュラーではな、多分明言してないけど、まあ実質レギュラーなんですけども、まあ、90% 以上必ずジャニーズの人が出てると、はい、ほぼレギュラーで、うんうん、そうなんですね。でただそれだけのためとはやはりちょっと考えづらいんですよね、うん、でただまあ TBS の音楽番組とテレ朝の音楽番組で、まあ、特にテレ朝のミュージックステーションはそのジャニーズと競合するグループを出演させない傾向がすごく強いんですね今も、うんうん、でそこと報道の姿勢が完全にまあ被っていると、うん、で、うん、でここで昨日もそのテレビ朝日の株主総会があって、うんうん、あのこれ私とかも指摘してますけど、テレビ朝日には70年代からそのジャニーズ専用のレッスン場があったということを、はいはい、テレ朝の旧社屋ですね、社屋の中にね、はい、でこれはファンでも結構知ってる話で、うんうん、というかタレントがテレビでよくする話なんですよ、うんうんうん、でまあそこまで深い関係があるからやらないのかどうかっていうのはちょっと気になるんですけど、まあでも昨日のその株主総会では、まあ、そこを突っ込まれたら、うん、あの早川会長が特定の会社に貸していることはないみたいなことを言ったことはないっていうような、あ、そうですか、ことを言ってるんですけど、どう考えてもそれはちょっと苦しいわけだなと。ただ株主総会でよくそんなことを言うなとは思いましたね。逆にね、それをちゃんと発言して、うん、統一教会問題でもね、うん、あのテレ朝系列の朝日新聞、うん、最も腰が引けてましたよね。だからそう考えると、あの、まあ、企業文化とまではいかないけど、今の経営幹部が持っている感覚の問題もありませんかね。うん、テレビ朝日と朝日新聞は今回はジャニーズに関しては完全にあの報道姿勢としては正反対ですよね。確かにね、朝日は割と積極的、朝日は結構出しますよね、うん、だからそこはあの、うん、確かに今のテレビ朝日の早川会長と今の篠塚社長ですね、うん、で篠塚社長に関してはもともと報道局畑 で、ね、はい、報道局長まで行って、元報道局長です、で、はい、2022年前ですか、はい、亀山さん、亀山前社長が、まあ、不正流用で退任をされてなったという人なんですけども、う
篠塚さん報道局長時代2018年5年前にですね、まあ、報道局の局、記者がですね財務省の人に、はい、まあ、セクハラを受けたと。セクハラですね。でそれを、まあ、篠塚さんはもみ消そうというか、うんうん、潰して、はい、でその記者の方は週刊新潮に、うん、まあ、行ったっていう話がありましたから、女性記者ね、うん、だからまあ篠塚さんはそういう人なんでしょうね、うんうん、まあ、それで出世してきたっていうことなんでしょうね、そうするとね、うん、まあ、それ以外にも、まあ、篠塚さんはそういう人だっていう話はよく聞きます、うんうん、じゃあまあ局の体質、まあまあ、体質がそうだからそういう人が出世するっていうのもあるかもしれないけど、まあ、局の体質よりもかなり今の役員の個人の、まあ、なんていうんですか、資質というか性格がこういうもののスタンスに現れているという面があるんではないかということですね、そうするとね、うん、ただ正直言うと、ただそれだけでもちょっと弱いなと思っていて、うん、つまりその何らかのやはり太い利害関係があるんだろうなと、うん、でそこを今探ってはいるんですけど、うん、一つ考えているのが、うん、2026年にですねテレビ朝日が有明にですね、うん、有明ドリームパークっていう、まあ、開発をして、そこにテレ朝がまあ大きい商業ビルとあと劇場を作るんです。あ、なんかまあそこに、今の段階で、まあ、ジャニーズと何か握っていて、やっぱり今は切れないと、うん、そういうことなのかもしれない、ね、そういう可能性もあると、うんうん、まあ、本当にだからこう五越同州というかもう完全にまあ、ベタベタな関係だったんだなというのをね、増谷さんの話で聞いて思ったら、これ、うん、実はこれも僕はへえこういうのがあるんだと思ったんで、ちょっとこんなものがあるんだっていうのだけでも説明していただきます。この原版権の問題っていうのがね、これ必要だったら使ってください。はい、TBS との子会社とジャニーズで、はい、共同で原版権を持ったりするっていうことがあるのね、局の。ここですね、うん、まあ、これは、まあ、ここでは TBS の例で出してるんですけども、日音という TBS の子会社なんですね、これがね、どこを、例えばフジテレビだったらポニーキャニオンとか、ポニーキャニオン、だったかな、フジテレビ出版かな、まあ、それぞれあるわけですね、あるわけですね、うん、で、まあ、このようにですね、その番組とか、これドラマの主題歌だったんですね、これドラマですね、シンデレラが花の千晴っていうのの、はい、ドラマのその主題歌の、原版権ですね、これはね、はいはいはい、でこういうふうにそのなんていうのかな、権利をある程度半分ぐらい渡したりとかすることによって、うんうんうん、その代わりまあブッキングをしてもらって、それがヒットするっていうような仕組みを、70年代ぐらいか60年代、あ、ごめんなさい、60年代ぐらいからもうずっとこう日本のテレビを含めた、うんうんうん、芸能界っていうのはこういうやり方でウィンウィンの形をずっと作ってきたんです。で、これに対してまあ鍋プロ、昔の鍋プロは反旗を翻そうとしたんだけど、結局、うん、日本テレビに言ってると争ったんですよね、負けてしまうんですよね、うんうんうん、でだからまあこの状況は今も残っているんですけれども、ただまあこういうやり方をしないとある種こうメディアにも露出できないし、まあ、いわゆる食い込めないということになってしまって、音楽もヒットもなかなかできない状態になると。なるほど、うん、でも ここまで深々とジャニーズといろいろ絡んでいれば、その報じられないっていうのが単になんかこうジャニーズのね共演 NG とかタレント引き上げみたいな話とか、あとまあレギュラーこれだけ持ってますっていうような、そんな単純な簡単な話じゃない、これはかなりもう根深くその、まあ、テレビ局と、まあ、メディアと、ジャニーズっていうのがつながってるっていう、そういう理解でいいのかしら、今回の場合は。まあそうですね、うん、むしろお金が動かなければ、うん、多分他のメディアもすぐ切ると思います、うん、お金にならなければ、うん、でつまりそれは要はファンが離れれば切るということになると思います、うんうんうん、だから今例えば CM もね、はい、相変わらずまだまだ普通に出てるわけです、見てる限りはね、はい、ジャニーズタレントはね、うん、これはスポンサー企業とかはその辺はどう考えてるのかなと思ったりしてるわけですよ。一方でこういうもう情報が出てるわけですよね、うん、まあ、ちょっとおぞましいような性被害の実態が出てる、はい、でそのまあ、同じそのジャニーズ事務所で場合によってはそのタレントさんもその今出てるタレントさんの多くもその対象になってるかもしれないかもしれないというのは、それを受けないとなかなかいい扱いをタレントでできないってことだから、今活躍してるってことはまあ逆に考えるとそういうふうに皆さん思ってしまうと思うんだけどね、スポンサー企業がそれを今その契約解除しないとかというような理由は、正成さんはどう見ますか。
一つはですね、今はまだ法的な問題が何も起きてないんですね。でテレビもそうですし、まあ、スポンサー企業もそうですけれども、その契約を切ったりとか番組から降板させたりするには、まあ、ある程度の理由とか大義というものが必要になってきます。逆に契約違反になっちゃう可能性があるわけですね、一方的に切ると、うん、ですからまだ今は法的な問題が刑事も民事も何も起きてないんです。提訴してないですもんね、うん、でっていうことはスポンサー側が契約を切ろうとしたら、うん、自分たちの方に違約金が発生 してしまう可能性がある、うんうんうん、でもう一つはプラスは、まあ、これはよく言い訳として使っているのは、うんうん、タレントには罪はないと、うんうん、むしろ被害者なのだから可能性があるわけだから、うん、まあそこは多めに見ようということです、使ってやんなきゃと、むしろ、うん、ただまあ何にせよその要はスポンサー企業もテレビ番組も降板っていう形になるとまたそれが騒がれてしまいますよね、うん、まあ、大きなことになるでしょう、うん、ですからそれはまあ避けたいがゆえに、まあ、CM とかに関しては多分契約がまあ満了するのを待っていると思います、うん、で更新しないような形でフェードアウトしていく可能性が高いと見ている。はい、まあ、それまでに収束しなければこの問題が、うん、そうですね、実際無比っていうあの塗り薬、はい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 、あれは契約を十数年、まあ、契約をしてたんですね、タレントを変えて、はいはい、更新しなかったんですよ。あ、ちょうど更新時期があったのね、はい、うん、なるほど、終わったんですね、うん、で多分こういう形が続いていくんではないかなと思ってます、うん、じゃあ、まあ、1年くらいのスパンで見るとジャニーズのタレントが出てる CM がどん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 減ってくる可能性はあると見てます、はい、うん、新規でジャニーズと契約しようっていうのは今ちょっと逆にそういうふうな話にはなりにくいってことですね、新たに、まあ、にくいと思いますけどね、うん、あのそしてただ、まあ、テレビにの番組に関して言うと、うん、例えばドラマっていうのは1年とか1年半ぐらい前からキャスティング決まってるんですよね。ですからあの要はそこまで、うん、なんとか、うん、引き延ばしたいと。引き延ばしたいと。でジャニーズも今回 の、まあ再発防止特別チームの調査っていうことで、まあ、今小休止をしている段階じゃないですか、はいはいはい、私はこれは、3ヶ月間の、まあ、時間の引き延ばしだと。それは時間稼ぎですね、はい、あの委員会からは何も出てこないですね、おそらく意味のあるものは。おそらくいや分からないですよ、分からない、分からないです、うん、一応検事総長まで引っ張り出してるから、うん、3人だ、まあ、3人しかいないですよ。でもそこもだから今後またちょっと動きがあるかもしれませんけども、あの要は24時間テレビが8月の末に日本テレビであるんですよ。8月末、ははそこになにわ男子っていう、まあ、ジャニーズの若手のグループがメインパーソナリティで、でここをジャニーズ側としては多分乗り切りたいんだろう、なんとか乗り切りたいと、うん、あと夏には音楽系のイベントもたくさんありますから、ありますよね、だからまあその9月頭ぐらいちょうど3ヶ月経って1回目の発表、うんぐらいを狙ってるのかなっていう気がしますね、うん、なるほど。ただねとはいえね、はい、さっきまあ法的な問題は特に今回起きてないからっていう話はあるんだけど、うん、ただね、まあ、ちょっと蒸し返すようだけど99年から、判決は2004年かな、はい、に、はい、まあ、あれ自体はその純粋にジャニーズが敗訴っていうと実はちょっと誤解があるんですけど、す、ね、はい、ただ一番中心的になっている文春報道の中では、うん、あの名誉毀損、ジャニーズ側が提起した名誉毀損訴訟ですから ね、であの報道が、まあ、性加害の性被害の報道が、名誉毀損に当たると。で結局、まあ、実質的にはあの全体としては、ジャニーズ側の勝訴なんですよね。一応文春側がいくばくかの金を払わなきゃいけなくなってるから、はい、うん、だけどその性加害については、真実性、まあ、真実相当性よりも真実性というより強い方を取ってが、まあ、認められると、うん、つまり文春が報じたあの性被害の部分というのは、真実を足るに足るだけの十分な理由があるというのを、裁判所が、ね、判断しているわけじゃないですか、まあ、最高裁がね、はい、最高裁まで判断しているわけじゃないですか、うん、でもその段階では結局文春だけ で、うん、でそれはもう法的なものがはっきり出てもその後皆さんジャニーズ使い続けたし、これはまずちょっと遡るとそこは何だったんですか。 あれだけの判決が出て性加害については最高裁がなんと裁判の場で真実性があると、うんうん、いうふうに判断したらそこで一斉にわーっと出るかと思いきや相変わらず文春だけだったわけですよね、はい、本当に、まあ、そう言われると私も、うん、もちろん当時30歳ぐらいで、うん、そのエンターテインメントの仕事していたんですよ、ね、もう10年前だもんね、うん、でただね本当に記憶がないんですよ自分も、うん、あんまり大したこと思わなかった、思ってなかった、その時に。いや知らなかった
ったんだ、ね、そう知らなかった人多いと思うよ、ね、まあ、一般メディアは報じてないからね、全く一つにはね、うんうん、文春を読んでれば、まあ、なんか出てきてきたかもしれない、うん、文春なんて若い人も読んでないですからね、誰もね。あのちょっとの補足をしたいんですけどね、あの、まあ、ノーネン・リナとかいくつかの例で、円満に辞めないと、使ってもらえないよっていうのはね、なぜかっていうのを書いたのが、僕がよくここでね、あの引用させていただく社会心理学者の山岸俊夫さんの説なんですよね、はいはい、で国際的な社会心理学者で、あのデータに基づいてものを言うことで有名な方、うん、で90年代のデータ収集の結果が彼の、90年代末に出た、うん、心でっかちな日本人、日本的集団主義という幻想っていう、もう名著中の名著ですね。で、まあ、いくつかの命題がある中で、今回それに関係するのはね、日本には公共パブリックがない。なぜかというと、さっきの話、人々は所属集団での座席争いだけをしている。で、それが生存戦略、個人の生存にとってですね、有利であるような、特に江戸時代を通じた歴史的な社会の仕組みがあると。で、まあまあ平たく言うとね、平たく言うとっていうか、彼が実際言ってる、日本の労働市場はなぜこんなに流動性が低いのか、どうして辞めたらすぐに就職できないのか、ね、ある集団、これは掟集団と言っておきましょう、法とは違った原理で動いている掟集団を辞めるようなやつは、他の掟集団にも適応しないだろうというふうに予想するということですよね。そういう人を取ってもどうせまたすぐ辞めるってこと。そうそう、つまり日本社会イコール掟集団の中で生きていくっていうね、その作法がわからないやつだ、だから資格はないっていうふうに考える。で、これはパブリックという概念に全く相反するもの、全ての集団、従って全ての人たちが乗っかっているプラットフォームっていうのがまずあり、プラットフォームを支えるのが法なんですよね。で、法が掟集団の掟よりも優越すると。で、法は権利を守ると。従って、権利を侵害するような掟の使い方は法的に許されないっていうのが当たり前なのだが、日本ではそれがまあないっていうか、まあ、山岸さん的な感覚だと多分全くないって山岸さんは考えてると思うんだよね、うんうん、これ恐ろしいことだよね、うん、でもよく日本は西側の一員で法の支配が大事だっていう話を政治の舞台で、だから西側と共通の価値観は持っていないっていうふうにそこは言えるんです、うんうん、なので民主主義って言っても、やってる間民主主義なんですよね。実際ルール・オブ・ローは日本では通用しないわけね。ですよね、うん、でそれがあるのと、あとね、ま、松谷さんがおっしゃった、その例えば、そのプロダクションと、例えばジャニーズと各テレビ局などの、まあ、ある種昔の言い方で申し訳ないけど金玉握り合いっていうのがね、うん、あるんですけど、それは、まあ、そうだね、うん、そうですよね、多分若い人知らないんで、この言葉、ね、そのこと知らないか、まだ。いや最近いろんな言葉、昭和の言葉を使うと若い人が知らないってことがすごくたくさんある。例えば後で出てくる、ね、怪物映画について言うと、イチャイチャっていう言葉を分かるっていうと、今の若い人は分からない。イチャつくもダメなの？イチャつくもイチャイチャも分からない。ふざけることですか？いやちょっと違うなって、うん、今イチャイチャはどういうふうに表現するんですか？いやだからイチャイチャの体験がないので、イチャイチャという言葉の使い方が分からないんですね、うん、ラブラブくらいしかないのか、うんうん、だからそれって合意があるんですかみたいな話が出てきちゃったりするわけ。いやそうじゃなくて、やばいな。そもそも合意っていくらでも作人によって作れるんですよね。だから相手の劣等感を見分けて、見抜いて、そこを褒めるようなことをすると、人はたやすくトランス状態に入って合意するってことがあるでしょ。だから合意は必要だけど、合意は実は十分条件ではなくて、合意したけどこんなはずじゃなかったってことがよく起こる。で、そうしたことを避けるためには、一つの、感覚、まあ、言語以前のね、
感覚的な営みとしてのイチャイチャっていうのはすごい大事だよ、うん、今じゃああれ口説、うん、とかっていうのもだもう NG なわけ、口説っていうのは、うん、コクルですね、まあ、だからね、あのいろんなね昭和的な語彙がなくなってるってこともちょっと関係してるんだけど、ちょっとねあのやっぱ芸能の握り合い、ちょっと握り合いの話に戻るけど、もともとあの、まあ、美空ひばりとかで皆さんご存知だと思うけど、芸能の界隈と組の界隈っていうのはとてもつながっていたんですね。工業ですからね。だから工業だからなんです、うんうん、でもともとあの、まあ、いわゆる天野芳久さん的に言うと、まあ、あの定住しなかった瓦物から来る伝統っていうのがあり、他方で定住はしているけど徹底的に差別される在日とか被差別部落とか港湾労働者がベースとなって組ができるということがあって、両方とも社会で外れているので置き手が重要なんですね。それはどういうことかというと、法より置き手っていうのがより鮮明になり、うん、法外の存在なんだよね。そう、うん、その簡単に言うとね、法と置き手がかなり離れてるんですよ、うんうん、あの一般の会社がそうだとかっていうことよりもね。でそれでいうと工業って場所を取らなければいけないでしょ。で場所取りって、例えば昔は厚生年金会館って全国にあってね、非常にその場所取り重要なんですよね。で2年前からあの大体予約する。なぜかというと2年前に消防署にあのいわゆる火を使いますとか、まあ、ドラゴン花火みたいなのを使いますとかっていうのを、まあ、申請しなきゃいけないんですよね。ですごい距離かかりますよ、距離って時間かかりますよ ね。でだからそこにはまた掟の界隈があって、うん、当時の厚生省の官僚と、プロダクションと、まあ、組 の、あのトライアングルみたいなものの中で、まあ昔の広告代理店について使われたことでいうと、食わせる、抱かせる、握らせるっていうのがあり、普通にあり、でそれによって2ヶ月前の申請ですけど OK とかっていうふうに特例的になるみたいなね。でそれがまあ常習化していたっていう、そういうことを芸能界隈、テレビにいようがどこにいようが知ってるはずなんですよね。だからそうすると、いわゆるあの B2B みたいな、あのリーガルというか合法的なドライな感覚の上で結びついているのとはちょっと違う共通感覚があると思いますね。だからややこしいでしょ、うん、でもその共通感覚が失われてしまうとね。だから牧田さんおっしゃったように、うん、そんなもんね続くわけがない、うんうん、でね、あの要するに専門性を持っている集団はね、あのヨーロッパドルがアメリカドルがもともと掟集団としての性質があって、やっぱ加入儀礼っていうのがあったんだけど、あのそれって合理的じゃないよね、しかも権利侵害だよね。これ合理性と権利侵害とはちょっと違うんだけど、例えば料理人最初2年間皿洗いとかさ、合理的じゃないじゃん。特にその間料理教えろよって問題じゃん、ね、特に意味ないですよね。それそうだよね。だからそういう意味のない、うん、あのまずそこから始めんだよ。だから今日のお相撲さん関連の映画でもそういう話出てきますけれども、あのほとんどの、まあ、先進国と名のつくところでは、もう最近、最も最近はもちろん Me Too みたいな動きもあったってこともあるけども、もうだいぶ前からそれは廃れている、合理的じゃないもんね。でも日本ではね、だからそれが比較的まだ廃れていないもののどの道を僕は廃れると思う、うん、それは今サンクチュアリーって言葉出しますけど、サンクチュアリー化されている、聖域化されている中ではまだそういうのがね、要するにまあすごい面白いのは、まあ後でまた田中氏しますけど、例えば四股なんてバカバカしいじゃんっていうふうに外国帰りのあの女の子は思うわけですよ。そんなのそんなね、もっとウェットトレーニングとかしなさいとね、バーベル背中に背負ってね、あのスクワットしなさいみたいな思うわけですよ。でもやっぱ思考はやっぱ大事なんだって話にその映画ではなるわけですよ。それはね、うん、あの僕武術いろいろやってたけど、
80年代の中本ではとにかくウサギ飛びだったんですよ。で80年代にねアメリカの研究でウサギ飛びは身体に深刻なダメージを与える、腰が本当に良くないですよ、ね、腰は本当に良くないウサギ飛びは。だからそれまではウサギ飛び散々させられてましたもん、うん、でもねウサギ飛びって本当にいいんですよ。決していいの？いや本当決して悪くないだけど本当辛いじゃないですかウサギ飛びって。だからそういうレポートが出た瞬間に、うん、みんなほらや見ろって言って乗ったから一切ダメになった。あだからそれが全く効果ないわけじゃないんですよ。山本紙幣による空気の研究で、はいはい、待ってたんですよそういう報告書がどっかから出てくるの多くの場合外から出てくるそれがね、はいはい、で黒船がやってくると空気一変して一変しました。まるで昔のことがなかったかのようにそうですよなってしまう。今ずっと水つけちゃいけないって言われてて、だからそれ BBC のドキュメンタリーが今回果たした機能と同じじゃないですか、はいはい、そうです、はいね、だからまあ僕は一部のそういう報道をテレビの中にいる僕の弟子たちにはこういう問題で外圧で風穴が開いたら空気一変していくし、今の話そう今の話で言えばね説明責任を果たせないような掟を維持できるはずがないんですよ。で単に共通感覚ってことだったらまだしもね、場合によってはですね人の権利を侵害するようなあるいは例えば人の体を壊すような人に被害を与えるような掟はどの道いつか必ず突っ込まれる。わずかでもだから体を壊すような要素があったらもうダメなわけですね、うん、だからそっかりこうね、うん、武術で腹筋背筋も膝を曲げてやりましょうとか、うん、腰痛めますから ね、うん、昔みたいに腰から下だけ台の上に乗せて下までこう下ろしてやるとかもうそれもダメです、うん、もっと安全にやりましょうっていうふうになり、タイガーマスクみたいな腹筋はやっちゃダメと。ダメ、うん、タイガーマスクは足首を弱って頭真下になった状態で腹筋やってたんですよ。だからそれはねつまりねそれはつまり難度が高い、うん、ありえそうもないありそうもないのことをやってればやってるほど、うん、ステータスが上がるっていう掟なんですよ。あそれありました ね、うん、だからそういうのって、ね、すげえあいつはっつって、ね、日本の中ですから絶対通用しないものでしょ、うん、なので松田さんにおっしゃったことを掟としての、芸能界、芸能界の関係団体、っていうのはやっぱり廃れてそうなんだよね。で、掟にこだわるものが敗北していく、まあ、どうですか、うん、一つ、まあ、そこ加えるんであれば、うん、芸能界であれば、うん、その1960年代前半にですね、まあ、東京オリンピックも向かう中で、まあ、映画産業が落ちていってそこでテレビ産業が、まあ、非常にものすごい勢いで上がって、はい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 、今日確かどれ年表最初はスタッフ映画監督とか脚本家とか重なってましたけれどもテレビの仕事をどんどん増やしていくんですよね。あちょっとじゃあこれ出しましょうか、はい、まあ、歴史的なちょっと映画からテレビに移っていく経緯ですよね、うん、60年、はい、あごめんなさい60年代ですね、はい、この辺1960年のここかですね、うん、このタイミングの頃にテレビが、まあ、53年テレビが、ね、スタートするのがね53年で、うんうんまあ、59年にこのいわゆる日本の芸能界の、まあまあ、その前からもちろん芸能って歌舞伎とかもちろんあるんですけれどもそのテレビとか音楽を軸とした芸能っていうのが渡辺プロダクションっていうのができて、うん、鍋プロですね。でジャニーズもこの62年にこれ鍋プロ参加、うん、鍋プロ参加で何でしたっけ縄新芸能学院新芸能学院っていうところにジャニーズは属してたんですね最初。そうです。で野球のチームだったんですよね最初はね。で1年ぐらいで鍋プロに移って、うん、で、うんまあ、この音楽事業者協会でこの音事協音事協ですね、まあ、この60年代前半私はもともと実は専門が映画なので、うんはいデータとかを見るとですね、まあ、宮根さんが生まれた59年、うん、とかその頃がピークなんですね、うん、映画がそこからすごい勢いで東京オリンピックに向かう60年代前半転落が始まるわけね映画のね、うん、で一方でテレビの普及はものすごく上がっていく、うんうんうん、でもちろんその娯楽の多様化とかあるので、うん、映画の凋落はテレビだけで説明はできないんですけども、うん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 、やはりまあ要因としては大きいだろうと。でこう戦後の、まあ今につながる芸能界の形っていうのはこの50年代のこう鍋プロの時代にまあできていて、うんうんうん、でこの流れがずっと続いていたんですが、うんうんこの鍋プロの創業者の渡辺晋さんも、まあ、この人は結構早くに亡くなったんですけども、うんはいこの人の奥さん、がね、まだご存命なんですね、うんはい
であとジャニーズ事務所もつい最近まであの創業者お二人がご存命でしたし、はい、なんですが、この頃の方々がまあかなり亡くなりつつあって、まあ今のちょっとお話で言うと、そのやっぱりなんていうか日本ってこう何々さんの目の黒いうちわっていう話がありますよね。だからその人が実際に権力を持たなくても、まあその人が生きているうちはやはりその支配力が強く、まあそうですね、つながっていく、つまり空気を支配してるんです、 その人がね、でただね、やっぱりそのこの60年代から70年代に、まあ、他にもバーニングとか、タラベエージェンシーとか、まあ、大手の会社いっぱいできてるんですけども、まあ、そこの創業者の方々もう80、田辺先生の田辺さんも80代なので、ですからおそらくそのそう遠くない未来にまあかなり変わっていくだろう、第一世代がもうほぼもうすぐいなくなると、でそうなると、まあ、今の起きてみたいなものがもっと瓦解をしていくような形になる、それは絶対にそうなります。まあ、逆に言うと今はまだでも比較的豊かに食えてるんですか、そのいわゆるプロダクションとかというのは。非常に良くない状態です、ね、良くないですか。だから、またそのコロナっていうまた別の要因があってですね、で日本の音楽産業自体が、かなりの部分をその、ライブに頼ってきたところがあります。それはまあ CD の売り上げが減っていく中でインターネットメディアに乗り出さない代わりにライブでそこをカバーしていった、でただそれが今年の、 あのこの3年ぐらいのコロナによってものすごく落ちたんですよ ね、ですからまあ上場している会社は少ないんですけれども、例えば ABEX なんかは珍しく上場してますけれども、まあ、コロナの3年間の、まあ、財務とかを見ると、まあ、相当厳しい感じですね。ちょっとせっかくこれ出したのでもう一つはやっぱりこれの登場によってね、はい、何がどう変わったか、まあ、この辺そのネットメディアがあるわけだけど、まあ、第一世代がまあそろそろもう年齢的にっていう話はもう一つだけど、もう一つはやっぱりこのインターネットは芸能界っていうのを今どう変えようとしてるんでしょうか。Hulu は今日本テレビの傘下であります、はい、でアベマはテレ朝とつながりながらもまあでもサイバーエージェントですが、ただそれ以外のネットフリックス、スポティファイ、アマゾンってまあ全部外資ですよ ね、 ですね、ですからその日本の掟なんかは全く空気読まないんですよ、まあ、書いてないでしょうね彼らからね、で、まあ、ですからで芸能人の方々もやっぱりそちらの方の仕事をやっぱり望むんですね。なぜかというと世界に出ていけるからなんです。で日本のエンターテインメントの一番の弱点というのはやはり日本語という言語にあったとすれば、ネットフリックスはそこにちゃんと字幕もつけてくれるし、まあ、そういう形でどんどん外に出ていく体制が整っているし、あと、まあ、ギャランティーも良いわけですよね。ギャランティーももうそっちの方が良くなっちゃってるんですか、はい、すごくいいという話を聞きます、で、まあ、だとしたらば、そういう方向でやって、まあ自分たちもそこで独立してしまおうと、例えば満島真之介さんっていう全裸監督に出ていた人なんかもまあ独立しましたけれども、まあ、彼なんかはむしろこういうネット媒体で非常にまあ実力というかを発揮した方ですね、もう今はネット媒体だけでっていうとあれですけど、そのテレビとかに依存しないでも芸能活動あるいはミュージシャンとしての活動を十分にやっていける状態になってるんですか。それはまあ、まあ、必ずしも全員がそうとは言いませんよ、やはりそれはね。ただそのお金云々ということだけではなくて、自分たちがやりたいこととか、あるいは高いレベルで何かを目指そうということを考えた場合に、その日本の地上波を軸とした、地上波テレビを軸とした今までの芸能の状況でできないこととかができるという点においては非常に魅力的だという話はよく聞きます、芸能人の仕方から。例えばどういうことがあるんですか。例えばね、後で映画の話をするか言うと、いや日本でもね、まあ、いろんな監督さんがネットフリックスでさまざまな連続ドラマとか、まあ、映画的な単体を作ってますよね。でまずそう
これ予算はなんか場合場合なんだけれども、まあ、予算がとてもたくさんつくこともある。例えば広角機動隊 SAC2045 とかはあのアニメの界隈では信じられないぐらいの予算がついている。しかしものすごいコンプライアンス上の規制が厳しく、くじごちでくじごちなんですよ。あ、そうなんだ。まあ、でも国外でもそうですよ、あのドラマとか映画はね。でもくじごちだということと、あとどんぶり勘定は絶対ダメで、事前に予算を正確に、予算計画書の予算計画見積もりあいみつ全部厳しいですよね。全部出さなければいけない、ね。うん、でしかも番組を制作全部し終わった後ですね、し終わるまではまず流してもらえないだけじゃなくて、作り終わったからといって流してもらえるとは限らないですよ。もう一回スクリーニングあるの、そこでスクリーニングあるんです。なので、リスクがめちゃくちゃある。でも松谷さんがおっしゃった、例えば140数カ国に同時に字幕がつくとか、これすごいことでしょ。すごいね。日本のドラマや映画やってきた人にとっては、これ世界に向けて発信するなんて今までなんかそういう形では想像したこともなかったから大きいことだし、大きいですよね。やっぱり今日扱うネットフリックスドラマもテレビでは絶対作れない内容でしょ。面白かったけど ね、うん、だからそういう意味でリスキーだけどチャレンジング、うん、つまりチャレンジする価値があること、それを目指すんだったら、うん、ネットの方がいいんじゃないかなって思う、うん、映画監督、テレビ制作、テレビ撮れて演出家がね、増えていくっていうのは僕はすごくいいことだと思う、うん、実際にいいドラマがたくさん作られていて、なぜ韓国があんなすごいのにドラマも映画も日本がこんなにしょぼいのっていうのはもうずっと僕も言ってきましたけど、うん、制作システムがしょぼいからで、それは僕のゼミにも映画監督がいるし俳優もねいたりするんで、もういかにしょぼいか、だからその掟界隈なので全く韓国ではこうしていますとか、ハリウッドシステムはこうですとか、まあ、韓国のシステムってハリウッドシステムを移植したものなんです。97年の IMF、支援国家になって以降ね。でもそんなことは、いや知識としてみんな知ってるが、そんなことは言い出せた空気ではないみたいなことになるわけですよ、うん。だから三つ問題でいろんな監督のおかしな言動が話題になった。でこれは三つ運動本当に素晴らしい成果だったと思う。つまりそういう声が、あれは世界中に拡散されるものだから、そういうものが出てこないとね、掟の界隈って残念だけど自浄作用ってつまりそれは権利侵害なんじゃないのみたいな自浄作用は基本働かない。まあ働かないよね、うんうん、そうか。さっき の日本のね、日本語の壁っていう話さっき聞いてたけども、うん、まあ、ちょっと僕のたまたま知ってる人がね、まあ、AI で面白いものをやってるんですよ。で、まあ、AI で自動翻訳って、ね、今もいくらでもあるじゃないですか、はい、だけどAI のすごいところは結局その人の声をも取り込んで翻訳したものを別の言葉で、しかもリップシンクもかなり意識して口の動きもすごい吹き替えられちゃうんですよ。だから変な話、役所広司がいきなりなんかこう中国語とかをペラペラ、うん、あの声で喋るわけ。ジムさんがロシア語をペラペラ喋るとか、ね、そうそう、吹き替えじゃないんですよ、うん、丸劇もその実際アラビア語で放送される僕の声でねみたいに、まあ、ちょっとこのフリップをその自動的にそれ変えるのが大変かもしれないけど、いやでも10年スパンで言えば確実にそうなるでしょう、ね。まあはい、プロトタイプみたいなものもあるんですよね、言葉はね。で音楽もなんかちょっとそういうのがあるみたいだけど、そうなるともうあれですか、日本語の壁で守られてる、非関税消費で守られてるっていうのが完全に崩壊してしまうことにやっぱなるかしら、そうなると、うん。まあ、実際ドラマに関してはですね、うん、そのもうまあ、ネットフリックスに誰もが入ってるわけではないですけれども、昔 の, そのまあ BS とかワウワウとかよりももうずっと見られていますよね。そうですね。で実際そのコンテンツの、まあ、特に韓国ドラマに、まあ、やっぱなってしまうんですけども、はい、まあ、やっぱりすごくレベル高いですし、高いですね、面白いですもんね。であともう一つ言うと尺の問題もあると思うんですね、うんうんうん、で韓国ドラマって大体16話で大体1時間で16時間ぐらいあるんですけど、日本は10話とか11話で1話46分なので、尺は半分ぐらいしかないんですよ、うんうん。例えばなるほど本当にそうだ、それはねテレビを意識してるから、うん、
まあ、向こうのテレビの尺もまあ自由度が高いということもありますし、ネットフリックスに出すということも考えているっていうのもありますし、あの、まあ、むしろだから日本がなぜ柔軟にやらないのかということの方が、そうですよね、考えた方がいいと思うんですよね。で、例えばその去年関西テレビフジテレビ放送でエルピスっていう、あの、まあ、政治報道を描いたドラマがありましたけども、はいはいはい、長澤まさみでしたっけ。そうですね、ね、うん、であれ何かもう私もすごく頑張ったドラマだとは思うし、うん、渡辺彩さんの脚本なのですごくいいとは思うんだけれども、やはり尺は足りてないんですよね。で、尺っていうのはもっと必要なものは短ければいいし、必要なものはなければいいしっていう判断をすればいいだけの話なので、要するにテレビを想定するとさ、まあ、54分枠で CM も入れるとまあそんなもんですよね、45分になっちゃいますよね、それはね。で、なんか5分間天気報とかが最後に流れますからね。確かに聞きますから、うん、日本のやつは8話11話だよね、大体ね、うん、でもせめてそっちは長くす、あ、それは クールの問題かってダメだってこと、それはテレビの。そうですね、だから、まあ、韓国もでもクールなんですけど、うん、韓国は週に2話で、8週間やるんです。週に2話っていうのがあるのか。あ、で、なるほど。だ、そういうところも含めてもっと柔軟にやっていけばいいだけの話だと思うんですよ、うん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 、で、なぜそういうふうに韓国が考えるかっていうと、それはコンテンツ IP は運用するものだっていう意識が高いからなんです、うんうん、IP はインテラクチャルプロパティですね。そうです、はいはいはい、で、その運用っていうのは、うんうん、テレビだけで流して終わりではないですよと、うんうんうん、で、その先にデジタルでいろんなやり方で運用していくと、資産ですからね、うんうん、で、っていう考え方がもともとあるからなんですけども、うん、日本っていうのはそのまず地上波で3ヶ月の枠の中でやりますと、で、それでその後に DVD ブルーレイを売ります、うんうん、で、あるいはそこでまあ1年後とか2年後に再放送しますぐらいの昔のやり方の運用しか考えてなくて、うんうん、むしろその運用っていう概念自体があんまりないんですよ。なんですか、競争がないからなんですか、日本で未だに古いやり方に固執している理由っていうのは。まあ、競争がない、まあ、競争はまあ実際ネットフリックスとかによってあるわけですけど、さらされてますよね。ただそのこれまでのシステムを壊せないわけですよ、ね、うん、でも昔ね、例えば金八先生ってツークールやってたんですよ、うんうん、そうか、うん、だからできなくはないできなくはないです、うん、まあ、例外的にそういうのもあると、うんうん、そうで、ウルトラセブンだってツークールだよ、昔ですけどね、うんうん、52話だもん。だからそういうふうになんかこう看板番組とかになるとなんかちょっとその掟を破っても良くなるみたいなところ、ね、でも26の倍数とかってやっぱり縛りだよね、それはね。26の倍数なんだ、うんうんうん、なるほど、うん、ちょっとね話を進めてね、これもちょっとぜひ僕松下さんに聞きたかったのは、やっぱりその、まあ、今日のメインのテーマはやっぱそのジャニーズの性加害なんでね、それに関して言うとその、はい、ジャニーズ事務所を辞めるとやっぱりその悲惨なことになるっていうのがことがあった、そしてそれが逆に言うと、はい、うん、ここに来てもしかしたら崩れてるかもしれないって話をちょっとぜひご説明いただきたいんですけど、うんうん、まあ、これ一番最初のもう有名なね、先ほどご本も紹介しましたけど、まあ、解散があって実際にもう全然出なくなりましたよね、ここはね、はい、はい、でその後にでもこれだけの人が実は、うん、退所っていうのがね、事務所からだから退所しているという状況です、はい、うん、ちょっとこの辺、これはまずどの辺あたりを見たらいいのかしら、うん、そうですね、うん、でもやっぱり一番のポイントは、ね、うん、2019年に、うん、あのジャニーさんが亡くなって、うん、その8日後に、8日後ですよね、すぐでしたよね。そうなんですよ、うん、でこれだからほぼ同時に来たっていうふうに、私それは待ってたと見ます、これ聞きました、小鳥の方に、うん、あの6月の段階にジャニーさん倒れて、うん、で7月の頭ぐらいにまあ出す話だったらしいんですね、うん、ただまあさすがに倒れてまあ、亡くなって1週間はちょっと待ってあげたという感じ。じゃあ別に倒れたからここぞとばかりっていうのもむしろ逆なわけね、むしろね、そこはね、なるほどね、まあ、じゃあこれででもこの注意っていうのは公取の、まあ、その勧告の中の3段階の中で一番軽いものではありますよね、はい、はい、あの明確な証拠自体は、うん、まあ、取れなかったけれども、うんうん、まあ、証言は得られたということですね、うん、つまりあのこの3人 が他の番組に出れなくなるような、うん、まあ圧力というような行動をジャニーズ事務所が取っていたということですね、この注意というのは。そうです、はい、あの出すなっていうふうにおそらく言わないんですね、はいはいはい、だからあの被るからじゃあうちは今回はやめとこうかになったりとか、あるいはあれですか、
共演2つ、要するに共演 NG とタレント引き上げっていうのがやっぱ2つ圧力のあれですか、やっぱり その、そこまではでも言わない、言わない言わない、まあ、これでは言わないんだけど、でも実際に起きてることっていうのはやっぱその他に圧力としてどういう形があるのかしら。まあ、実際にその報道されているもので言えば、あなたのところにはこれだけこの、まあ、スマップ元スマップの3人のうちのこの人がこのぐらいの時間出てましたよねっていうのをグラフ付きで出す。だってそれ以上は言わないわけです。で他の、まあ、ケースでも、まあ、こういうことがありまし出ていましたかっていう確認の電話をするわけです。確認電話するんだ。つまりその、なんていうかな、ヤクザと喧嘩した時にお子さんも大きくなったね、そうだねっていうと、そういうことですか。それは、うん、あの脅しなのか皮肉なのか、まあ、意味はわかるだろうっていうことですね、うんうん、っていうような、まあ、そこを踏まえて注意という形にしたんだと思うんですね、うんうん、だからこれだけ対象者がいる、まあ、しかも結構名前の売れた人の対象者がいるっていうのはこれは何ですか、逆にその縛りがその弱くなってるのか、特にジャニーさんが亡くなってから、あるいはそのまああの松谷さんは言い方としては、うん、そのジャニーさんのカリスマとメリーさんの、 あの強権によってジャニーズ事務所というのは、はい、その成り立ってたんだっていうけど、その強権のメリーさんが亡くなった後っていうのはやっぱその締め付けっていうのが、まあ、メリーさんここで亡くなってるわけですよね、はいはい、でジャニーさんはここで亡くなって、はい、メリーさんはここで亡くなって、それがやっぱりあのこどんどん対処しやすくなってるっていうことなんですか。これはそれは間違いないと思いますし、うんうん、まあ、一方でそのコートリーの注意も影響はかなりあって、やっぱ聞いてるこれは、うん、ジャニーズ以外もなんですよ。でジャニーズ以外でも他の事務所も、はい、うん、特にオスカーであるとか、 あるいはまあそうですね、柴咲コウさんもそうですし、独立したんですよね彼女もね、あの、うん、最近だと、まあ、堺雅人さんっていう、はいはいはい、まあ、田辺エージェンシー大手ですけども、やめて、でも今年夏にもうドラマ決まってますから、あもう別にその今のところは、まあ、局にもよりますけれども、うん、まあ、かなり緩んできてはいます。ただね、ポイントはその全事務所と、うん、所属事務所とどういう形で、まあ、契約を解消していったのかっていう、うん、そのプロセスが結構重要で、それは円満かどうかってこと、うん、ここにあのニュースの手越さんっていますけど、はいはいはい、彼の場合は、まあ、地上波には復帰できていません。これじゃあ結構喧嘩別れだったっていうことなんですか。この人はな安倍昭恵さんと、はいはいはい、あのコロナ禍で飲み会とかをやってましたね。でそれでまあ、はい、それがまあ手越さん、まあ、誤解があると言ってますけども、はいはい、あのそこでまあペナルティを食らったという形になりますよね、うんうん、ですからその辞め方とかをまあ結構気にしたりとか、あるいは、うん、あのそれは起用する側が、テレビとかが起用する側が、はい、うん、あとはタレントの方でもその、まあ、これジャニーズではないですけども、その前社長と最後に記念写真を撮って、うん、SNS に上げておく、つまり円満に辞めましたよっていうアピールをする、うんうん、まあ、そういうことをしますね、うんうん、このキンプリのこの、はい、あ6人のうち4人だっけ辞めちゃったの、はい、これは 何なんですかこれは。はっきりしたことはまあ今後の行動を見ないと、まあ、断定はできないですけども、うん、まあ、辞める理由として挙げていたのは、うん、まあ、海外の活動です。海外の活動したいと、はい、でジャニーズ事務所というのはですね、その今もほとんどのアーティストがストリーミングに配信をしていないんですね。であえてしてないんだよねジャニーズ事務所はね。おそらく、まあ、もちろん今の段階ではしてない方が非常に珍しいんですけれども、ストリーミングに出さないということは世界に曲が出ていかないということを意味しますので、まあジャニーズは特にそれやってない会社の筆頭なんですね、うん、全部ではないんですけど、でただまあキンプリもその全編英語詞の曲を作って、うん、まあ、海外に出ていきたいと。ただそれが日本で CD しか出してないし、うん、YouTube のミュージックビデオもなぜか北米では見られない状態になっていたりとか、うん、あのそういったことになっていて、まあ、かなりそこはあのストレスを抱えていたんだと思います、うん、だから宮崎さん、そのよくまあ BTS とジャニーズの比較とかみたいな話もするけど、そもそも事務所の方針として外に売ってなかったっていうことなんですね。ジャニーズはね、あえて外に露出をしないようにしたと、うん、逆になんでだろう、なんでそんなことするんだろう。嵐は
最後の方やってたし、うん、あとの新人の、トラビスジャパンっていうグループはストリーミングもやってるし、うん、曲も英語でやってるしっていうところはあるんですけれども、うんうん、基本的にそのジャニーズに限らず日本のアーティストで海外を志向する人たちっていうのはインディーズは除けばですね、まあ、すごく少ないです。それは日本だけで食えるから、まあそうですね、一言で言えばそうですね、うん、でも日本で食えてもさらに外で売れても別に困らないじゃないですか。それをなんで外に売りに、要するにストリーミングやれば外でもその聞けるようになるだけのことでしょう、うん、そうすると売り上げが CD の売り上げに影響する、ストリーミングやっちゃうとというふうに考えてるんでしょうね、うん、でただおそらくジャニーズのファンは CD、 ストリーミング出しても CD は買います、おそらく、うんうん、まあ、AKB もね、それはね、ちょっとこれ僕松原さんの説明が面白かったんで、これ宮崎さん、日本と世界での今の比率なんだけど、もう2021年見るとストリーミングとダウンロード、まあ、この、 あの薄い方の色がダウンロードで濃い方のコンがストリーミング、もう圧倒的なんですよね、こっちが。今これ何割くらいですか、全体の売り上げの。まあ、7割8割はもうですね、7割8割がもう配信なんですよね。だからこんなあの CD レコードみたいなのはもうこういう、で日本はまだ半分以上ですよね。そうですね、6割ぐらいがまだ、うん、でも同時にその結果として何が起きてるかっていうと、面白いのはそのいわゆるあのこのカーブはほぼ一緒なんですよ。ここ減ってきてるのは、この赤が減ってきてるのは、でその分こっちがこの分増えてるんだけど、日本はそれがないから全体としてすごい全体として減っちゃってる。そういう見方でいいですか、これは。やっぱ、はい、あのもっと分かりやすく言うと、うん、まあ、こうオーディオレコード CD とかレコードって、まあ、フィジカルって言うんですけども、うん、フィジカルですね、はい、このフィジカルメディアは、うん、まあ、ガソリン自動車みたいなものだと思うんですね、うん、ですから、まあ、そこから配信に出ていかないと、うん、行けばいいだけの話だと私は思うんですけど、行けばいいだけの話なんでしょうね。ただマーケットはグローバルに流通をしますので、うんうん、そのフィジカル、ストリーミングとかに出ていくということは海外で戦ってなんぼなんですよ。だから単価も安くなりますから、あのそこがなかなか、まあ、あのやる自信がない人が多いんでしょうね。戦えるだけの自信も実力も、あるいはどういうトレーニングをしたらいいのかも日本ではなかなか分からない。もっとプロモーションも分からない、プロモーションの仕方も分からないと、うん、でも結果的にだからすごく縮小しちゃってるわけですよね、日本はね。この2001年に5000億円あったわけでしょ、うん、全体としてね。それが今は全体として2000億ちょっとまで落ち込んでるってことですか、うん、これは、うん、なんで、でもこれでも住んでいるのかとかいうと、うん、先ほどもちょっとお話しましたけども、うん、ライブにかなり力を入れてきたからなんですね、うん、この10年間ぐらいは。あ、ライブの売り上げがあるわけですね、これとは別にね、はい、うん、でそれがかなりの部分もカバーをしてきた、うん、で日本はその先ほどもちょっとおっしゃってましたけど、うん、全国つつ裏裏に箱物があるわけです、うん、ライブの会場っていうのは実は豊かなんですね、うん、世界に、うん、なんですが、ただここでこの20年、21年、22年はやっぱりそこがガクッとなくなって、うん、まあ、本当に厳しい状態になる。これ今コロナ終わって一応ライブはまだ戻ってきてるんですか。まあ、戻ってきてはいると思うんですけど、うん、ただそれが本当にどこまで戻るかっていうのは、うん、まだちょっとこの先を見ないとわからないですね。あの今後考えればね、ライブ頼み、フェス頼み、あのフェスっていうのはいろんなアーティスト、ミュージシャンがこうバーッと出てノベルティグッズを売ってみたいなお祭りだけれども、まあ、それで回してるじゃないですか。でもそれは今後だってウイルスってどう出てくるかわからないし、非常にリスクマネージ上まずいですよね。でもちろんね、韓国はさっきの97年以降ですね、あの体制構造改革しなきゃいけないってこともあったし、あと、ね、人口が5000万いないの で、ね、あの海外マーケットを考えないと、まあ、いわゆる日本でいう歌謡曲、まあ、音楽とか映画もですね、事実上お金を回せないんだよね、100円だけじゃ儲かんないっていうふうになって、うん、あの基本お金を回すためには海外で稼がなきゃいけないよね。でもそれって日本だって長い目で見れば同じだと思うのに、なんでこれに甘んじるのか、つまりフェス頼みとかになるのかがね、ちょっと僕分からないんですよね。それは なぜなんですか、ビビってるんですか、
私もなんかこれはまずいっていうことをずっと言い続けてるつもりなんですが、ただ現場の人は頭では理解してます、うんうん、ただで何かを変えようという機運の中で、まあ、コロナが起きてしまったなっていう印象はちょっとあって、うん、だからまあですので今年ぐらいからそれを本当に変えていけるのかどうかっていうのはちょっと問われるんではないかなと思います、うん、まあ、コロナが逆にだからきっかけになるっていうか、機会としてっていうことになるかもしれないけど、でもね、皆さんでもこれ僕打ち上げ見てびっくりした。これね、今ここ今これ出しましたよね。で赤がまあ少し減ってきてるっていうのがね、赤がここまで減ってきましたと。この赤の内訳っていうのはね、松谷さんが作ってるんですよ。よく知られますね。と思いました。半分近くですか、これもしかして。AKB ジャニーズ坂道で、まあ、ほぼ半分です。この3つだけでこのさっきの赤のところの半分なんですよ。シングルですよね、これ。すごくない、それって。3グループ、まあ、3つの、まあ、これグループ複数いますけどもね、 AKB と坂道とかね。でもとにかくこれで CD だから、この内訳っていうのはまずそうなってるっていう前提ね、減ってきてるけど、それからもう一つ、これはあ、やっぱり日本やばいなと思ったのもこれです。やっぱり日本だけ特殊なんですよ、うんうん、まあ、アメリカは極端にやっぱりもうフィジカルが減ってるけど、まあ、どこも一番遅れてる、この中で遅れてるフランスでも3割ですよね。で日本が6割ですから、まだアメリカはフィジカル 10.9% ですけど、これも半分以上がアナログレコードなんですね、うん、あ、逆にそういう世界なのね、もうね、もう CD よりもアナログの方が、ね、趣味ですよね、そうなるとね。そうだから、ちょっともう時代的に日本がやっぱりかなり特殊な状況になってるんだなと。しかも、まあ、これはでも結構衝撃的だよね、これはね。その内訳を見た瞬間にっていう感じ でしかもあれでしょ、坂道とか AKB って複数みんなで買うことが前提になってるんでしょ。そうです、投票券とかでしょ。で2020年からですね、うんうん、ガクッと減ってますよね。あ、こう総選挙がなくなった。いや、これはコロナで握手会が開催できなくなった。握手会か。あ、握手券も入ってるんだ、 CD に。基本的には総選挙はもう前からなくなって、やってなくて、握手券なんですけど、当然コロナでできなくなってしまったので、うん、握手券たくさん複数買えば握手券がたくさんあって何度も出れるっていうことなんですか。そういうことなんですよ、今田さん。握手会、さっき松谷さんがおっしゃったね、その頭では分かっているんだけど動き出せないって、僕のゼミにいる映画関係者もおっしゃってることだよね。特に外国で教育を受けてきた人とかはこれじゃおかしいっていうふうに言うんだけど、いや、そう分かってるけど、どうやって動かせばいいのかが分からない。その意味ではやっぱりこの上、あるいは空気を支配している人はもうこれはダメだっていうふうに言わなきゃいけない。だからその豊田章男社長問題、今会長ですけど、まあ、とちょっと同じ問題がやっぱりある、ね。まあ、まさにさっきガソリン車って言ったけど同じですよね。同じですよ。 EV 増やせない日本と一緒ですよ ね。だから会長に退いたけど、豊田章男社長の目の黒いうちは本格的な EV シフトは難しいんじゃないかみたいなことが豊田関係者から声が出てくるって、おかしな、つまり携帯だったら合理的に動けよって話なんだけど、株主総会はどうなってんだって話でしょ。そうですよね。だから豊田会長に対する信任がね、今回 81% しかないとかっていう、本当にガガンと信任率が下がって、それは外資系とかが全く信任しないっていうことなんだけど、じゃあ逆になんで日本の株主信任してんのっていうね、本当よくわからないな、うん。まあでも日本は一時が万事こうなんだから、まあ、別に特にそのトヨタの何ですか、方針で違和感がない人がたくさんやっぱいるってことでしょ。それはね、本当に持続可能性とかね、リスクマネジメント考えたら本当ね、やばいよね、本当にね、うんうん、そうですよね、うん。でもじゃあ今日ね、じゃあ今日見てきたその、まあ、日本の芸能界のある種のまあ特殊性とかね、はい、あるいはまあジャニーズの特殊性ですよね。まあ、ちょっとこれも一応せっかくだから使おうかな。これあれ松谷さんが公演で使ってたやつはちょっともうバックナンバーで見つけられなかったんだけど、こういうまあのがあるんですね。要するにこういう雑誌とかでジャニーズの人が表紙に入ってるやつっていうのはネット上にそれを紹介するときはこういうふうなマスキングをしないといけなくなってると。で、まあ、これ別のやつで松野さんが見せてたやつ面白かったよね。完全に
後ろで黒い影が出てて背後霊みたいになってるんですよね、はい、山田芳監督の後ろに二宮さんが、そうそうそう、二宮さんなんですけど背後霊、背後霊、まあ、これもちょっとでもネット上で掲載するときはこういうふうに掲載されてます。これ Amazon でそのバックナンバー売ってるわけよ、この雑誌のね。そうするとこういうふうに、何の合理性もないね、うん、これ今はもうさすがにちょっとやめてるっぽいんですけれども、やめてます、でもこれ 今撮ったやつですよ、これ今、これでもバックナンバー、ちょっともちろん、もちろんバックナンバーなんだけど、うん、でも雑誌自体はもうちゃんと顔が出てるわけでしょ、雑誌自体にはね、はい、だから本当は今もう出しても良くなったけど前のやつはもう変えてないってことか、そうすると古いやつだから、うん、だからこれはな、だからなぜ2018年ぐらいまで続いていたんですけど、うん、そのなぜかっていうのは当然気になりますよね、うん、でいろいろ調べていったら、うん、いわゆるそのメリーさんが、うん、インターネットはよくわからないから嫌いだってで、なるほど、はい、そのまあ、言葉を受けてスタッフの人がそういうふうにやっていたと、うん、である媒体はそれに無視をしてずっとやっていたそうなんです、うん、そしたらある時その、今白長副社長から電話かかってきて、はいはいはい、他の媒体からあんたのとこだけやるのはちょっと クレームが来てるからやめてもらえるかなみたいなことを言われた、つまりでそれが本当かどうか分からないんですよ、うんうん、本当かどうか分からないんですけど、ただまあ、白長さんというのはその本当にこうジャニーさんのメリーさんのまあ何ていうかな、まあ片腕となってですね、いろんなところに出ていっていろんなことを収めていった人なんですけど、未だにまだ社内に残ってるわけですよね。一応多分残ってると思います。残ってるわけですよね、まだね。まあただ彼は基本的に言われたことしか分からやらない人なんで、だからなぜそれをやらなければいけないかっていうことを考えてやる人ではないんですね。でだからこういうことに関してもあの最初やらないということになってるからやらせない、うん、そんだけなんですね。あの松谷さんここで言いにくいだろうから、あのアイヒマンのような存在だっていうふうにあの言ってました、はい、うん、でしかも多分あの時記者たちは意味が分かったかな、その凡庸の悪だっていう言葉も普通に使ってて、うん、あのどういう意味か分かったか、どうか、まあ、白髪さんのことでしょ。そうです、そうです。まあ皆さんご存知のようにアイヒマン追跡作戦で捕まってあの裁判にかかるんですね。でイエルサレムのアイヒマンっていうのを鼻炎とか書いて、その中に凡庸の悪っていう言葉が出てくる。でそれは裁判で彼がね、彼っていうのはアイヒマン、つまり600万人の虐殺についてのあの指令を出す、命令を出した人ですよね、トップなんですけれども、はいはい、彼が言った、あの私じゃなくても同じことをやる人が当てがわれる、うん、私が抵抗すれば殺されるだけ、私は殺されてまた代わりがそこに入ってくるだけ、うん、何も変わらないと、なのに、うん、抵抗することに意味があるか、うん、つまり子役人っていうことなんだよね、うん、あるいはマクスウェーバーのような没人格っていうことですよね、うんうんうん、だからあんたに主体性はないのか、いや主体性はあるがここでは無意味だっていうね、いやそれはそうなんですよ、うん、まあ、ある観点から見ればね、うんうん、でも人間ってそういうふうにして生きて生きるのはやっぱつまらないって感じなきゃいけない存在だと思うんですけどね、まあいいや、それはいいとして、凡庸の悪っていうのはそういう意味、みんなね本当にね極悪人が出てくるんだかと思ったの裁判、そしたら身なりがきちんとしたね、なんか学者みたいなやつが出てきたんだよね、つまらないつまらない親父が出てきた感じでした ね、 そうでしたね、そうそう、うん、いや今回の件もその、ね、怒ってる方いっぱい世の中でいらっしゃるんですけど、うんうん、そういう方がジャニーズ事務所をすごく巨悪の組織みたいに捉えている方がいらっしゃるんですね、うんうん、で気持ちは分かるんだけれども、うん、私は全くそうは捉えていないんです、うん、最初から、うん、でジャニーズ事務所はもともとヤクザとのつながりが非常に薄い会社なんですよ、うんうんうん、でプラス、まあ、まあ私がよく例える比喩は、まあ、昭和の中小企業なんです、うん、でマスコミに対しての対応とかも、まあ、メディアコントロールっていうふうに、うん、まあ、ことをやってきてはいますけれども、うん、ジャニーズ事務所にとってみればそれはお中元お歳暮で熱くもてなすということなんですね、うんうん、昔ながらの昭和の会社のやり方で、うんうん、相手はただマスコミであってそれが報道機関であるっていうことに関してのことももちろん分かってはいると思うんですけども、ただそれをすごく丁寧にやる会社でもあるし、その村の枠内に入って入れてそれに対して従順であれば多分そこはすごく穏やかで気持ちがいい世界ではあると、
でその中でジャニーさんがああいうことをやっていたという、やり放題になってしまっていたということだと思うので、あの巨悪のものすごく狡猾な組織だというふうにジャニーズを捉えると、もしかしたら多分 見誤るかもしれないと、でむしろだからなんでそんなに素朴な昭和の中小企業に、まあ、特にテレビ局とかなんですけども、がここまで操縦されてしまっているのかと、力を持ったのかってことですね、ということをもうちょっとあの考えていかないと良くないだろうなと思いますね。でもそれ冒頭に申し上げたね、ランバルトの言う要は空虚な中心問題、中心に例えばルイ14世みたいな、ヒトラーみたいな極悪人がいると思うと、例えば極東国際軍事裁判でも後に永久戦犯とされる人たちが、まあ、大川周明を除いて、まあ、全員ですね、私は内心じくじたる思いはあったが空気には抗えなかった、ありゃって何なんだこの凡庸な悪の集まりは、あの人のためにあれだけの立場のためにあの人だけの人が死んだのかっていう感じになりましたよ ね、 ね、それでインパール作戦とかレイテ戦でね、9割がマラリア死餓死とかって、何なんだこれはと思いますよね、ちょっと符合しないですよねそこはね、そこでねちょっと最後にね、まあ、映画に行く前のジャニーズの部分の最後に行ってみですけど、まあ、やっぱりとはいえああいうことが起きてたことがもう明らかになっている今ですね、落としどころっていうかちょっと言葉業界的で良くないかもしれないけど、どういう形でこの問題っていうのはその解決することがその可能かどうかというと望ましいのかっていうこともねちょっとぜひ聞きたいんだけど、ちょっとここであのビデオでね、まあ一応あのここまでいろいろ告発した方々、まあたまたまあの私があのその委員会の委員長を務めている外国特派員協会の記者会見がメイン多いんですけど、そこと、それからあの北村弁護士がね、北村弁護士というのはあの文春が1999年にジャニーズ事務所から訴えられた時の文春の代理人として、まあ、端的に言えばそのジャニーさんに、のまあ、ある証言を引き出したと、でその証言というのはなんであの子どもたちは、じゃあみんな、ね、ジャニーさんはその性加害を否定したわけですよね、でなんでそうやって嘘をついてると思いますかということを北村さんが繰り返し聞いたそうなんですよ。そしたら、最後に、まあ、僕はその彼らが嘘をついているとは言えないっていうふうに最後言って、その発言がおそらくその、性加害の真実性の部分の認定につながったというふうに、まあ、見られていることなんですけどもね、まあ、その北村さんの、やっぱりこの問題の解決方法についての、まあ、一言ちょっとこちらをご覧ください。もし取り上げてたら入るか入らないかって言われたら、まあその時になってみると分かんないんですけど、まあきっともしテレビが当時取り上げてたら大問題になるはずなので、親も多分行かせないと思いますし、まあ15歳なので未成年なので、その僕の判断だけでできないですし、まあどっちの角度から見ても多分 なかったんじゃないかなと思います。人前に立って何かをするっていうことはやっぱりあの生半可なあの努力じゃやっぱりできないことかなと思います。いろんな苦しみだったり努力だったりがあると思います。しかしですね、その性被害ということに関しましては、しなくてもいいあの苦しみといいますか、こういうことがなくなればまっすぐとそういうエンターテインメントの世界で人前に立つことの苦しみとしっかり向かい合えるんじゃないかなと、なくなればですね思います。何か反抗してそのまま切られるっていう、まあ、状況はもう昔からそのあったんで、レッスン生の時代の時から多分そういったこともあって多分何もできなかったのかなとも思うんですけど、1999年文春で出したこと、そういう被害が続発していたこと、これに対して被害者救済として会社として何をするのか、それを考えなくちゃ。普通だったらファンドでも作ってね、救済のためのそれで直接の被害者に対する救済もあり得るでしょうし、救済のためにどうしたらよいかということを広く世に問う、講演会でも何でもいい、人から場を作るんでもいいけれども、そういうことをやるべきなんであって、それができない、あるいはそれをしないでおいて第三者委員会で
どうとかこうとかっていうのはそれはいいですよ。第三者委員会やるのはまず会社としてやらなきゃいけないことがあるでしょ。どうでしょう今その被害でカミングアウトして告発した方とですね、うん、それからその北村弁護士の一言で北村さんは、まあ、要するに、被害者 のどうすべきかっていう責任取り方っていう意味ではなんかこう再発防止チームとかねなんかこういうあの元検事総長とか引っ張ってそんなことやってないで、うんまあ、それはそれでやりたいやってもいいけどそんなもの解決につながらないから、まず被害者救済を中心に置いた対応を考えたらいいと、いうのが、まあ、その北村さんのね、提言なんですけどもこれって一体、まあ、どうしたらいいのかあるいはどう今後ジャニーズ事務所およびこの問題どうなっていくというふうに松谷さんは見てます。今週の週刊文春で、石丸さんという、まあ、80年代前半にジャニーズにいらっしゃった方が、うん損害賠償請求をしようという、ああついに法律諮問だね、石丸さん、ね、ことでやるんですね、はい、という話が出てきていて、多分石丸さんに肛門挿入されたって言ってる人、ね、そうですね、いやだからそうあの若い頃はジャニーさんがそこまでやってたっていう、でもなかなかその話は出てなかった。今の被害者はもうジャニーさんがかなり年いってからのことなのでいわゆる行員っていうんですかっていう言い方をしたりして、要するに口でやられただけだっていうことだけど元気のうちはそういうのも、まあ、あったということですよね。ごめんなさい、はい、続けてください、ですか、まあ、それでとどまらないと思うんですね。一人でとどまらなくて、うんうんまあ、これから出てくるとでちょっと裁判という形になると、うんうん、その周囲の状況もかなり変わってくると考えられます。うん、それはスポンサーもテレビもそうですけれども、うん変わってくると思いますし、うんジャニーズ側もですね、うん、その今のところですね連絡をジャニーズ側から取った人っていうのは、うん橋田さんとカウアンさん2人だけなんですね、うんうん、でこのカウアンさんと橋田さんとそれ以外の被害者っていうのはちょっと別に考えた方がいいと思っていて、うん、なぜかというとこの2人っていうのはまだ芸能界にいるんです、うん、そうですね、うん、他の方々いないんですね。なるほど。でそこがちょっとまた状況というか事態が変わって異なっています、うんうんうん、でもちろんですね被害者の方には私は事務所は当然補償しなければいけないんですけれども、うんうん、今回のその再発防止特別チームで、うんうん私はちょっと、まあ、一つ懸念はしているのは、うん、私もまあ現場でインタビュー質問をしましたけれども、うん、その本当に事実認定をできるんですかっていうことは、うん、まあやっぱり考えるわけです。でつまり片方のもう被害者しかいない状態で加害者側がもう亡くなっている状況は、でしかも物証もない状況で密室で行われている中で、どうやって被害を本当に認定する気があるんですかということはちょっと懸念があって、でただね一方でジャニーズはこれ多分認めると思うんですよ。で認めてただしここまでにしたいという思いもおそらくある。枠引きをしたいね。で果たしてでもそれでいいんだろうかというふうに思うわけですね。で日本義さんっていう方は、はいはい集団訴訟という話もすでにしてますので、はいまた橋田さんとは別のところでその被害者が一つになって、連絡窓口を設けてですね、そういった形をやっていこうと、ただ基本的に法的なハードルはむちゃくちゃ高いんですよ。高いですね。はい、でそれは、まあ、何より時効があるということですし、うん、先ほども言いましたようにその事実認定をどうやってするのかということもある、うんですからそこでもし裁判とかになってジャニーズが戦う争う気であれば、うん、多分勝てないんですね被害者は。松谷さんも、うん、例 の前田さん元検事の前田さんとツイートに確かレッスンを送ってたと思うけど要するに法的にはもう刑事でほとんどのケースがもう時効、はい、で民事でも実際時効があるので、はい被害を受けてからの一定の年数が経っている人はもうほとんど厳しいみたいですね法的には。だから、ね、法的な決着というのは、まあ、提訴したとしても時効だともう受理もされない可能性もあるということも含めて、うん難しいんじゃないかと。そうするとまあ、ちょっとこの再発第三者委員会というのがね自分たち第三者委員会と言ってるけど、うんまあ、なんか言い方が再発防止チームっていう言い方でね、うん、なんかその真相究明委員会とかじゃなくてしかも、まあ、宮根さん林誠さんって、まあ、元検事総長ですけど一応我々も扱いましたから言いますけど
あの黒川さんをなんとか検事総長に押し込もうとした安倍政権が林じゃなくて、ね、この、林じゃなくてあれを信任しようとしたっていうことなんですけど、まあ、非常にあの無難な道を歩んできた方です、はい、で一応検事総長とはいえですね、まあ、あんまりその何かすごいことをやってくれることが期待できるような、まあ、色がある人じゃないタイプではないんですね、うん、だから、まあ、あの肩書きで選ばれたような感じが僕はすごいしていて、ね、なんか意味のあるものが出てくるとはなかなか思えない。で実際に3人しかいなくて精神科医とかそっち系が2人と、はい、うん、元検事総長だけで3人で今のところ手足がないような感じ の組織のように見えますから、まあ、どこまでできるかっていうのは非常に疑問じゃないですか。それで例えばね、うん、こういうやり方はないでしょうかね、つまり集団訴訟に近いところまでまず覆面で、だからアウティング、そのアウティングって晒しですけどがされないような状態で、集団を形成して、ジャニーズが賠償に応じないんだったら各人が、自分が受けたことを全て表に出すと、詳細に。でそれであなた方のジャニーズブランドだいぶ毀損されますけどそれでいいのかっていうふうに、あの取引的に戦い道ってないですかね。まあ、時短ですよね、交渉するってことですよね、うんうん、いやだからそこそれも含めてね、まあ、そう思います。その一部にはもうここまでやっぱ明らかになった以上ジャニーズ事務所は組織としては解体、するくらいまでやらないともう済まないんじゃないかっていう声もあるけど、一方でね、まあ水野さんが会見で答えられてたけど、まあ別にこれ上場企業でもないしオーナー企業だから本人たちが解体したきゃするししなきゃしないですよね。ってことはそうなると、あとは世の中の反応とファンたちでね、僕ここぜひ聞きたかったんだけど、ファンたちは今どんな状況にいるんですか。いまだに人気はその影響してないんですか、これだけの情報が出てきても。ファンたちはすごく動揺してます。動揺してる、うん、で静かに動揺してます、うん、でそれも、あの、ね、もちろんネット上でそのジャニーズを擁護しようとしてる人たちはいるんですけど、基本的に女の子でしょ。基本的に女の子ですよね。いや、子という感じの若さだけではないんですよ。女の子じゃなくて女性ね。はい、あのジモさんの同世代の方もいっぱいいらっしゃいます。あ、はいはい、まあ、わかります。で、はい、で一部そのネット系陰謀論系と結びついている人たちが結構騒いではいるんですけれども、うん、ただ本当にそれはごく一部です。ごく一部、うん、で本当に多くのファンの方々はかなり静かに動揺をしていて、うん、で、そういう人たちって、うん、まあ、何も言わずに去っていくんですよ、うん、で去ったところでじゃあどこに行くかって行き先も今はたくさんあるんです。今はたくさんあるんですか、ジャニーズ以外にも。もちろんまずその人は K-POP です。ああ、 K-POP のに行っちゃうんだ。それそう、なるほど、うん、でもう一つがですね、まさにあの7月2日、うん、この放送の翌日ですね、うんうん、に、元ジャニーズの滝沢副社長ですね、はい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 、滝沢元副社長が新しい会社を作った、はい、新しい会社を作ってあの YouTube で会見をするそうです。ああ、会見ですか。あ、面白いねそれね。で、まあ、うん、完全に、まあ、ジャニーズが分裂をしているんですけど、ポイントが7月2日ということなんですよ、うんうんうん、新しい地図、元スマップの3人が、うん、やめてずっとやっていた番組は72という番組なんです。へ、72時間テレビ、アベマで、はい、ですからもしかしたらそこで合流ということがあるのかなということも。今やめた3人は事務所はどうなってる。カレンっていうあの3人だけの会社です、うん、あのなんていうかマネージャーだった飯島さん、飯島さんがやってる会社が3人だけ、はい、じゃあその辺が飯島さんと滝沢さんっていうのは、タッキーっていうのはどうなんですか、そこら辺は。もちろん面識はあると思いますけども、うんうん、あのまあどうなんでしょうね。でも、そこでも滝沢さんは一応ジャニーズ側に残った人だったわけですよね、あの段階ではね、はい、うんうん、そこの退社の真相って何かご存知ですか。ちょっと衝撃的だったと思うんですけど、急にちらっと聞いていますけれども、うん、ですね、うん、だからジャニーさんのようにやれなかったからだというふうに聞いてます、うんうん、つまり滝沢さんが、うん、滝沢さんはもうジャニーさんの後継者だったんですけれども、うんうん、そのジャニーさんのように自由に何かができるようなことまで権限を与えられなかったから、うんうん、まあ、それに対して不満があったんではないかと。自分から辞めた、はい、うんうん、まあ、そういうことなんですよ宮台さん。まあ、でも、まあ、ごめんなさい、最終的にじゃあ どうなればいいというふうに、まあ、現実的にどうなりそうかということも含めて、ちょっと最後分裂になると思います。だからこのまさに、これやります、はい、じゃあちょっと中根知恵さんの話。中根知恵さんの、うん、これは中根知恵さんの本、最近、まあ、僕これ見て読み直しましたけど、はい、60年学生時代、はい、そうですよ、はい、
で縦型の縦社会って言葉を日本に広めた本だというふうに、うん、名著ですよこれも、はい、でこの日本はこうやって縦型でこの A っていうトップがいて、うん、でここにまあいわゆるジャニーさんとメディさんがいたわけですね、はい、でこの B に飯島さんとかタッキーとかがいたんですけど、うんうん、この B と C につながりがないのが、まあ、この日本の縦型の組織構造の特徴。B と C の間が分断されてるわけね、ここがね。うん、必ずし A を返さないとつながらない。返さないとし、なるほど、なるほど。で特にまあ D、E と F、G なんていうのは全くつながらない形になる、うん、ないと、うん、でこういうふうにまあ派閥で分かりやすいということなんですね、うんうんうん、でだから今はジャニーズで起きていることっていうのはまさにこのことであると、うんうん、これが古いまあ日本型の昭和型のっていうような言い方でもいいのかな、日本型の組織がこっちかが多いわけですね、はい、これがね、はい、でこの中根さんのモデルってすごく単純化されていて、しかも50年以上前のモデルですから、うんはいはい、古いは古いんですけど、うんうんうん、ジャニーズに関しては初版の中小企業ですから、うん、実はこれでかなり読み解けることもあったと、うん、で実際にこの話はあの私ジャニーさんがまでご存命の時からお話をしているんですけども、うんうん、この通りになってきてますね、うんうんうん、なるほど、うん、ちょっと補足するとね、これって一見ね近代組織つまり、まあ、いわゆる近代の軍隊に見えるんだけど、社会学的にはちょっと違っていてね、うん、例えばそれはね赤穂浪士を考えるといいんですよ、うん、A が幕府で吉良上野介之助で、で、まあ、要するに赤穂浪士たち大石蔵之助だから、大石蔵之助とその仲間たちってなる、うん、で近代組織だったら例えば226事件もそうだけど、うん、吉良上野介之助を殺すっていうのは、うん、幕府に対する反逆なんですよ。ですよね、うん、まあ、実際それで切腹させられてるしね、うんうん、一応そういうふうに切腹させられてるんだけど、226事件とか殺したちっていうのはそのローカルな忠誠心になるんですよ。ローカルな忠誠心で A は大事なんですよ。 A があって吉良上野介、つまり幕府があって吉良上野介之助がいるんですけど、その忠誠心っていうのはその近接に偏るので、今松谷さんがおっしゃったようにこれがね派閥になっちゃうんですよ。で号令一家上に従って、で目的を達するために2つの方向で手段があって、その手段にはさらにちっちゃな手段があってとかっていうふうに、合理的な連結ではないっていうところに非常に重大なポイントがあるんですよね。でそれこれは文脈としては、うん、今、まあ、昭和的にはこれだけ今これに日本はなってきてるんですか、実際どうなんですかそれは。まあジャニーズですか、日本社会。ジャニーズはそうじゃないと思いますけど、まあ、ジャニーズもちょっとじゃあそのジャニーさんメリーさん亡き後のジャニーズがどうかってことだと、うん、まあ、今の日本全般としては要するにルールが真ん中にあって、このようにその横につながってるっていうね、うん、欧米型 その横型というかルールを中心としてやるというのは、その人材の流動性が前提となっているということなんですね、うんうん、で一番合理的に業務をですね運ぶためにはそうした方がいいという、まあ、結果なので、ある種経済合理性に基づいたものになっていると。なるほど。でこうした方が生産性は当然上がるので、うん、した方がいいんですが、うん、縦型の関係性っていうのはやっぱりすごく感情的な中隊が強いんですよ、うんうんうん、ですので、まあ、ジャニーズの件もそうですけども、非常にまあなんていうのかな、義理と人情で動いてる、うん、といえばアコロシなんだやっぱり。そうですから、まあそれをなかなかその欧米の横型の形にするっていうのはまあ簡単ではないんだろうなとは思いますけどね。ちょっとこれにコメントするとね、例えば日本ローマン派っていうね、まあ、文学あれ文学企業の派閥があって、でこの方々はねこういう近代になり得ない日本のあり方を、まあ、恥ずかしい日本って言うんですよ。でだから横型にすればいいのか欧米近代型にすればいいのか、いやだとするとそれは日本じゃなくなっちゃうぞっていう。そう、日本じゃなくなるし、宮田さんね、日本でこれをやろうとすると、まあ、だからじゃあ同時に欧米みたいな風にいかないんですよ。いや、ね前提が共有されてないところがやっぱないですか、そこは。まずだから2つ分けましょうね、うん、まず移行できるかどうかっていうこと、うん、それは松谷さんがおっしゃったように難しい、うん、でも
結局神保さんだって僕だってアメリカで生まれればアメリカ人になるみたいな話でね、教育環境変われば一挙に変わる可能性があるし、テクノロジーがそれを支える可能性もあるから、実はそんなに昔思ったほども難しくはないのかもしれないとすると、しかしじゃあ移行したとすると、それは日本なのか問題っていうね。でこれは古くはね、西郷隆盛がいわゆる大久保利通的な単純桜花路線に対して反逆した理由なんですよね。ラストサムライで描かれてるけどね。だからなんか難しいね。難しい、難しいと思いますよ。その洋服を着れば西洋人になれるかっていうとね、そうでもないようなのと似ててね、うん、だからそのさっき言ったようなその掟とかね、その日本伝統的なそのなんていうんですか、その中体っていうか、そのつながりみたいなものっていうのがもう時代遅れなのは分かるんだけど、一方でそれを全否定した結果出てくるその欧米型のなんかその日本っていうのは、また欧米にある独特のそういう、まあそれぞれがヘリテージを実際一人一人引きずってるようなものがないのなく、もうものすごい乾いたものになるところ。おっしゃる通り、つまりね、社会で部分だけ変えられないので、全てを変えないと左から右には移らないですよね。だからダース・レイダーさん、まあ僕のゼミメンバーでもあるんだけど、今日のキーワード、日本はもうサンクチュアリーでいいと、だから生産性は求めないと、うんね、しかし北朝鮮が今事実上のサンクチュアリーであるのと同じように、日本もサンクチュアリーになるのがいいと。大変ですよ、嫌な人は外に出てくといいと。TPP とかも離脱しなきゃいけない、離脱してだから昔ながらのやり方でやりますみたいな、うん、まあ、でも秋元康さんも、うん、日本は鎖国をしているみたいなことをずっと言っていて、うんうん、ダース・レーダーさんがそれはアイロニーだと思います、ね、エロニーだと思いますよ、もちろん、うん、まあ、本気で言ってる、秋元さんはでも本気で言ってましたからね、うんうんうん、そこはやっぱりまあ本当難しいね。いやだから掟、ね、の世界っていうのはね、まあ後で出てくるサンクチュアリーとかそうかもしれないですけど、欧米の人から見るとまあ気持ち悪いと思う人もいるけど、一方で憧れみたいなのあるんですよ、それに。そういうものがやっぱ欧米にはないから、うんうん、欧米にはないんだけど、うん、欧米には日本とは違って聖なる世界っていうのは宗教的に保障されてるんですね、うん、ユダヤも含めて、ね、まあまあ、そこがそれのその部分が大きいですね。日本には過去あった、それはアニミズム、アニミスティックな感受性という形であったんだけど、それは激の鬼太郎ぐらいまであったでしょ、1964年まで。日本人が狐に化かされた頃までは良かったんですね。まではね、やっぱり聖なる世界あったんですけど、うちも俗なる世界しかない、それを全部捨てちゃいましたからね、っていうことなんですよ。だからなんで横型の世界でこの形だけっていうか、ルール主義的なもので頼られるのかっていうと、2つの剣、双剣論っていうけど、それがあるわけね。世俗はルールに従うけど、心の中は自由であり、で何を考えてもいい、で何を言ってもいいんだっていうね。だから日本みたいな空気の縛りとか絶対ないんですよ、ね。だからまあアメリカでね育った神保さんよくお分かりだと思うけど、日本はそれがないんで、実はそれがね一番縦型から横型に移る時の困難で、ただ移ると言葉の自動機械、法の奴隷、損得マシーンの大量生産ということになります。まあ、空気の支配がいかにないかはぜひ12人の怒れる男たちを見てもらえば分かるということですね。あれが日本だったらどうなるかっていうこともね、ちょっと念頭に置いてみて。だから僕はああいうのをね期待して、大学生になってから裁判の傍聴に行ったら、あまりにもしょぼくて腰が抜けたってことが、まあ、空気の支配の中でやってますから。でもジャック・レモンですよね、役は ね、ジャック・レモンみたいなのがそこら中にいるので、そしたらこっちでもいいかなと思うんですけど、まあでも10人の怒りのところに対しての、うんうん、まあ、日本のアンサーは三谷幸喜さんの10人の優しい日本人ですね。三谷さんがまだ切れていた頃、はい、面白いですねあれはね、うん、ですから僕は作品を見て、その、うん、やっぱり感情に支配される人がこんなにいるんだなっていうのは、ね、すごくでもうまく描いていた作品だったんですね。そうそう、三谷さんが本当に、まあ、まあ切れたところっていうのは分かります、その感じ。近代社会としてやっていこうとかっていうことさえ捨てればね、それはある種美風、その美しい習俗ってことになり得た
でもまあそれなり得たって過去形でしかも言えないね、三谷さんも鍋プロに育てられた人ですからね、本当はね、実際はね、まあいいでしょう、分かりました。ちょっとじゃあ一旦前半ここで休憩取らせていただいて、後半ですね、まあじゃあ最初にもう種明かします。今日はこの2つ2つとも邦画っていうのは初めてかもしれない、ご近で2つとも邦画っていうのは。でこっちはネットフリックス、あこっちか、こっちはネットフリックスです。これは僕がもうすごい気に入って宮台さんにぜひ見てくれって言って、宮台さんが急いで鼻血が出るぐらい面白い、面白かったでしょ、ね、実は鼻血が出るし鼻血はいっぱい出ます鼻血いっぱい出ますけど、論とか血出ますけど、でも本当面白いで、これは日本でこんなの作れるんじゃんっていうふうに思った、映画の一つですね。でこれはまあ是枝さんの、ちなみにさ宮田さん、怪物ダーレだっていうゲームある、僕は知らない。あれって王様ダーレだでしょ、でしょ、でしょ、怪物ダーレだってないよね、僕とか知らないんだったら嫌だなと思って、大林信彦がね、最初に作った実写版の時をかける少女で、桃栗三年かき八年で、なんと売りは九年で成り下がり、がそこから先も全部創作なんですけど、みんな昔からある詩だと思っちゃうみたいに多分やってるんだと思う、あと昨日のニュースで、この脚本の坂本さんがネットフリックスと契約をしたっていうことなんで、5年契約をしたって。でこれは脚本が秀逸です、本当に。まあ、もちろん是枝さんもね、是枝さんやっぱ子供使うの本当うまいなと思いましたけど、でも本当に秀逸なので、これもちょっと後で取り上げますね。これはもう是枝マジックって言われる子供の演出技法があるんですよね。それはもう本当すごかったんで、もうこの彼はね、まあ、こっちももちろんこっちの方が評価高いんで、僕彼はねこれはすごいのが出てきたなと思いましたので、ちょっとそれもまた後でお話しします。でも可愛すぎる子役は、大人になってから問題を抱えるっていうのは禁じられた遊び以降よく分かります、はい、はいはい、まあ、それも含めてちょっと後でお話ししたいと思います。